まだ浮気したことを認めないのか。 A 型同士の赤ちゃんが AB 型だったんだぞ。違うとしか言えない。ありえない、血液型よ。絶対に浮気だわって母さんも言ってただろ。どっからどう見てもカナタそっくりの赤ちゃんじゃない。どこが？ひどすぎる。お母さんも血液型を知った途端、カナタちゃんと全然似てないとか言い出して。仕方ないだろ、俺の子じゃなかったんだから。私は絶対に浮気なんかしてない。今思えば前から怪しいと思ってたんだよ。は？妊娠するちょっと前から残業だからって帰りが遅い日が増えただろ。それは本当に仕事が忙しかったからよ。嘘つけ。浮気相手と毎日のようによろしくやってたくせに。そんなわけないじゃない。いや違いねえな。否認もせず遊びまくったから急いで俺とも子作りして隠蔽しようとしたんだろ。してないってば。宗介のパパはあなただよ。誰それ？は？男だったらあなたの名前から一文字取って宗介にするって話だったじゃん。キモ。他人の子供に俺の名前が入ってるとかマジ無理。そんな。浮気男の名前つけとけよ。ねえ、血液型って調べたことある？なんだよいきなり。多分生まれた時に調べてるんじゃねえの。健康診断の時は？俺フリーランスだからそんなの言ってないしわかんねえ。じゃあ本当は B 型かもしれないんじゃないの？父さんも母さんも A 型だぞ。ありえるとしたらお前が別の血液型だってオチだろ。私は妊娠中に血液型を確認したから A 型で間違いないのよね。そう言ってたよな。だから浮気確定。どうしてよ。ってことでお前の荷物そっちに送ったから。は？里帰りじゃなく出戻りになっちゃったな。頭痛がしてきた。俺はお前のせいで酒の量が増えたけど。それは元からじゃない。宗介が泣いてるから一旦切るね。浮気女は嘘がうまいな。本当にミルクの時間なの？知ったこっちゃねえや。そのまま放っておけば。自分の子によくそんなこと言えるよね。初めて見た時から全然可愛いと思えなかったな。むしろ知らせってやつ。もうやめてよ。慰謝料請求してやるから震えて待っとけ。私はエマ、30歳。1週間前に息子の宗介を産み、産休が明けたらすぐ復帰予定です。夫のカナタはフリーランスとして働きながら家事をしてくれる相性最高の相手。子供が生まれたら仕事をセーブして俺が子育てするよと言ってくれるカナタがいたから安心して子供を産むことができました。しかし宗介の血液型が AB 型だったことから状況が一転。夫と義母から宗介は私が浮気してできた子だと認定され、こっちの言い分は全く聞き入れてもらえない状態が続いています。でもまさかこの血液型不一致があんな大騒動になるなんて夢にも思いませんでした。翌日。慰謝料の準備はできたか？浮気してないんだから用意するわけないでしょ。往生際の悪いやつめ。ちょっと聞きたいんだけど、実家に届いた私の荷物で一部ないものがあるの。ああ、ブランドバッグや時計だろ。そう、返して。売った。は？いいじゃん、慰謝料の前払いだよ。ふざけないで。あれ総額で100万以上したんだから。マジ？仕事のために長く使い続けようと奮発して買ったのに。30万にしかならなかったぞ。騙された。謝るでもなく言うことがそれ。これも全てどこの馬の骨かわからない男の子供を産んだお前が悪いんだからな。どんなに反論しても私のことを信じてくれないんだね。当然。調べたんだけど生まれた直後の血液型って変わることがあるらしいよ。は？血液型って赤血球の抗体と血清中の抗体で決まるんだけど、赤ちゃんはそれがまだ少ないからはっきりとした結果が出ない場合もあるんだって。そんなのへりくつだろ。 A 型同士なんだから絶対にありえない。母さんもそう言ってる。でも俺の家系は代々 A 型ばっかなんだ。母さんの方のばあちゃんだけ O 型だけど、あとはみんなそう。
でも私はあなたを裏切ってなんかない。もう認めざるを得ないだろ。尻軽の上に嘘つきなのかよ。これまで彼方に対して嘘ついたことあったっけ。ない。そうでしょ。でも隠してただけで、いろいろ嘘ついてたんじゃないか。そんなわけないじゃない。宗介が生まれるまであんなに楽しみにしてくれてたのに、こんなのってないよ。知らん。俺は家族を信じる。え？お前が浮気してるって言ってた母さんが正しい。私と宗介はあなたにとって家族じゃないの。血のつながりがないんだから赤の他人だろ。お前らどっちも邪魔。他人と思ってるから宗介のこと一度も名前で呼んでくれないの。まあな、別の男の子供が俺の名前を一文字持ってるとか虫ずが走るぜ。気持ちはよくわかった。また連絡するから。今度連絡してくるときは離婚届と慰謝料100万円をすぐ振り込めるように準備しとけ。1ヶ月後。お母さん、お久しぶりです。もうあなたにそう呼ばれる筋合いはないけど。まだ婚姻関係がありますから。一体何のよ。さっさと慰謝料払ってかなたちゃんと別れなさいよ。ちょっと聞きたいことがあって。何？本当にかなたは A 型なんですね。もちろん。わかりました。じゃあかなたをここに呼びます。え？エマ、結果はどうだったんだ？うん？いきなりどうしたの？なんかエマが息子もどきと俺の DNA 鑑定したいって言ってきてさ。は？その結果を伝えたいんだって。え、なあ、どうせ謝るんなら LINE じゃなくて面と向かって謝れってんだ。かなたの言う通り、鑑定結果が出たので連絡しました。そんな。母さん？どういう鑑定したのかお母さんに伝えてもいい？勝手にすれば。カナタと宗介の間に親子関係があるかの DNA 親子鑑定を行ったんです。そんなことにカナタちゃんのお金を使うなんて最低な女ね。安心してください。費用は全部私が持ちました。ああ、そうなの。一旦は。大丈夫だよ母さん。これで親子関係がなかったら慰謝料100万円を払って離婚するって約束したし。親子関係がなかったらね。もしあったら？逆の場合は鑑定にかかった費用と慰謝料養育費を請求するって話だったよな。かなたちゃん、そんな約束どうしてしたの？あ？結論から言うと、宗介はあなたの子供でした。は？宗介とあなたの間に親子関係が認められたの。後でその書類送るわ。ちょっと待てよ。じゃあなんで子供の血液型は AB 型だったんだ？宗介の血液型はあんたのせいだったわよ。え？今回血液型遺伝子検査もしたでしょ。ああ。かなたの血液型は B 型だったわ。お母さんのお母様が O 型らしいから BO 型ってやつ。何言ってるのよ。私は A 型なんだから O 型が混ざってるわけないじゃない。お母さん、血液型には A 型、B 型、O 型、AB 型の4種類がありますよね。ええ。このうち A 型と B 型は O 型よりも優勢なので、それが表面に出るんです。ん？血液型って両親から一つずつ遺伝子をもらうんですけど。話がややこしくてよくわからないわ。簡単に言うと、お母さんは AO 型で、その O 型遺伝子をかなたが引き継いでるってことです。そして残る B 型は誰の遺伝子なんでしょうね。なんだそれ。血液型キメラとして複数の血液型を持ってる人もいるみたいだけど、それじゃなかったわ。じゃあ何かの間違いだな。絶対そうよ。一つだけの結果だけを鵜呑みにするなんてバカね、エマさん。誰が一社だけに頼んだって言いました？え？三社頼みました。マジ？ああ、そうそう、カナタとお父さんの鑑定結果もあるんだった。どうして？もし受けてくれたら慰謝料を倍にするって言われて。自信満々に OK してきたわよね , 笑える。まさか。あなたは
お父さんと血がつながってないよ。嘘つかないで、その鑑定会社やぶじゃないの。じゃあ追加費用払うので他の会社に頼んでみます。違ったらカナタが支払うお金が高くなるだけですけど。あなたって人は。ちなみにお父さんにはもう結果を伝えてます。え？めちゃくちゃ怒ってたな。私から伝えたいとお願いして今はこらえてもらってるんです。この後地獄ですね。そんな。お父さんからは今回の件、息子と妻が暴走してるのを止められなくて申し訳ないと謝罪を受けたので許します。エマさん、ありがとう、許してくれて。誰があんたたちを許すって言った？許すのはお父さんだけ。この鬼嫁。何とでもどうぞ。お父さん、離婚調停を申し込むみたいですから覚悟しておいた方がいいですね。で、待って、涙で前が見えない。はあ、宗介は俺の子供だったんだな。ええ、ありがとう、産んでくれて。今さら。宗介の顔が見たい。もちろんエマの顔も。明日にでも帰ってきてくれ。いやいや無理でしょ。なんで親子関係があるって分かったんだし、全て丸く収まったじゃん。どこら辺が？もう愛情なんてみじんもないわ。悲しいこと言うなよ。俺にとっての家族はエマと宗介だけなんだから。カナタさ、フリーランスとか聞こえがいい言い方してたけど、ただのフリーターだよね。何突然。ほとんど稼ぎもなく私の稼ぎに依存してた。住んでるマンションだって私名義。今言うことじゃないだろ。俺父さんの子供じゃないって分かって傷ついてるんだぞ。勝手に落ち込んどけ。欠点もあったけど、そういうところも含めて好きとか思ってた自分を呪いたい。エマ、許してくれ。絶対に嫌。離婚するのはもちろん、今回かかった鑑定費用50万円と養育費月5万円請求するから。あ、やだ、寂しいよ。後日談。私はカナタと離婚することになりました。ごねてストーカー化したカナタは警察のお世話になり、今は親戚一同の監視を受けているのだとか。収入が低いから養育費を月1000円に減額してくれとふざけたことを抜かしてきましたが、公正証書で養育費月5万円という取り決めをしていたので問答無用で回収しています。いくつも仕事を掛け持ちしながら養育費を支払う日々。苦しいようですが知ったこっちゃありません。義母は義父と離婚裁判に発展。浮気相手と続いていたみたいで、カナタも巻き込んで最悪の展開になってるらしいです。私は両親や友人、保育園などに支えられながら仕事へ復帰。息子と共に家族の絆を大事にしながら毎日を過ごしています。ねえお姉さん、うちの子預けに来たのに家いないとか困る。どこ行ったの？平日だから普通に仕事だけど。また？前も仕事って言って預かってくんなかったのに。仕事くらい休んでよ。今日もこないだも約束してないよね。困るのはこっちだよ。子供のいないひなこさんには分かんないと思うけど、ワンオペ育児って大変なんだよ。旦那さんいるじゃない。激務だし、夏頃まで長期出張で家にいないの。それにしたって預けに来る頻度が多いと思う。ここのところ毎週じゃない？他に頼れる人いないの？うちの親はお母さんが体不自由だし、旦那の親は海外に住んでるし、お兄ちゃんとひなこさんしかいないの。そんなこと言われてもこっちにも生活があるから。私かわいそう。泣き落としされても今日は無理。せめて事前に連絡ちょうだい。でもさ、今日は絶対預かってもらわないといけないんだよね。大事な日なの。何があるの？旅行。それが大事？前からずっと楽しみにしてたんだもん。だったらベビーシッターさんに預けるとかできるでしょ。変にお金がかかったら旦那になんか言われるし。旅行のこと伝えてるんなら問題ないでしょ。それは内緒なの。まさか浮気旅行とかじゃないよね？やだ、友達とに決まってるじゃん。もう行かなくちゃ。うちの赤ちゃん
エコバッグに入れて玄関にかけておいたからよろしく。はい？赤ちゃんって瑞希くん？どういうこと？だってひなこさんも兄ちゃんも家にいなかったし、しょうがないじゃん。冗談でしょ？まさか本当に3ヶ月の赤ちゃんを荷物みたいに置いていってないわよね。暑くないよ、保冷剤入れてったし、ミルクとおむつもあるから大丈夫。ああ、でも足りなかったら買っといてね。じゃ今から電車乗るから。待ってよ。無理、育児ノイローゼで少しだけ子供から離れたいの。子育ての練習させてあげるから頑張ってね。前もそう言って夜中まで迎えに来なかったじゃない。いつ帰ってくるの？1週間くらいで帰ると思うから。じゃあ任せたからね。瑞希がかわいそうだから早く帰ってあげてよ。ちょっと月乃ちゃん。結婚当初、初期費用をケチってオートロックのないマンションを選んだことを今すごく後悔しています。私はひなこ、29歳です。夫と2人暮らしで共働き、子供はまだです。結婚生活や夫には何の不満もありません。ですがただ一つ、夫の妹の月乃ちゃんには普段から何かと無茶ぶりされたり、結婚や出産のお祝いでやたら高いものをねだられたりと困らされることが多々ありました。それにしても今回の件は本当にひどすぎます。育児が辛いのかもしれないけど、誰もいない家に放置するなんて。可愛い赤ちゃんにこの後驚きの運命が待ち受けているとも知らずに。2時間後。ちょっと月乃ちゃん、瑞希くんどこにもいないよ。今帰ってきたの？遅くない？もうお昼じゃん。何言ってるの。会社に頭下げて今日中の案件を同僚に引き継いで大急ぎで帰ってきたのよ。そんなことより瑞希くんがいないの。知らないよ。お兄ちゃんが先に帰って散歩にでも連れ出してんじゃないの。夫は朝から研修で大阪だからありえない。本当にうちのドアにエコバッグかけていったの？そうだけど、もしかして本当に瑞希いないの？だからそう言ってるじゃない。何やってんのお姉さん、ありえないんだけど、しっかりしてよ。は？私のせい？当たり前じゃん。せっかく可愛い赤ちゃんを預けに来てあげたのに、家にいないからこういうことになるんだよ。そもそも約束とかしてなかったじゃない。勝手に荷物みたいにして置いていったのはそっちでしょ。だって帰ってくるの待ってたら待ち合わせに遅れちゃうんだもん。事情を話して待っててもらえばいいでしょ。それは無理、待たせたら嫌われちゃう。誰と出かけてるのよ。友達となんじゃないの？そんなのどうだっていいから、早く瑞希探してよ。どこかに連れて行かれたのかもしれないじゃん。もちろん今から警察に行くわよ。それはダメ。はい？大ごとにされたくないもん。旦那とかに話が行くと大変でしょ。だからひなこさんが自力で見つけて。何言ってるの。もうすでに大変なことになってるからね。警察に行かないでそれこそ瑞希くんに何かあったらどうするのよ。だから早く探してってば。見つからなかったらただじゃおかないからね。月乃ちゃんは今どこ？いつ頃こっちに戻ってくれるの？は？戻んないけど。それこそありえないよ。子供がいなくなったのに母親が探そうとしないっておかしいと思わない？ひなこさんに預けた後いなくなったんだから責任はそっちでしょ。ちゃんと一人で探してよね。信じられない。いいから早く探してきて。一応見つかったら連絡ちょうだい。数時間後。ええ、瑞希見つかった？全然連絡来ないけど。ちゃんと生きてるよね。それが、瑞希を名乗るアカウントからママのせいで僕は死んだって LINE が来たの。意味不明。赤ちゃんだからスマホ持ってるわけもないし LINE も打てないよね。あんたのいたずらじゃないの。実はさっき警察から連絡が来て、瑞希くん遺体で発見されたって。嘘でしょ。幽霊の LINE ってどういうこと？さっき知らないアカウントからメッセージが来て、大人になれなかった瑞希の魂だっていうのよ。本当なの？わかんないけど、私や瑞希が今日着てる服とか、よくひなこさんに預かってもらってることとか、私の口癖とかいろいろ知ってて。他にはなんて？それが
まだ生まれて3ヶ月しか経ってなかったのにとか、もっといろいろしたかったって。そんな。それで僕の無念な気持ちを神様が見つけてくれて、こうして意志を持ち、大人のように文字で気持ちを伝えられるようになったなんて言うのよ。挙句の果てにママを呪ってやるって。水木くん、月乃ちゃんのこと絶対許さないわね。何よその言い方。もっと私に同情してどうすればいいか考えてよ。かわいそうなのはどう考えても水木くんよ。だから私言ったのに。そんなの知らない。呪われるなんて無理。なんとかして。幽霊の水木くんには謝ったの？怖くてそれどころじゃない。そうだ、お祓いとか言ったらいいかな。ひなこさん、どこか探して。あのさ、確認だけど、水木くんはマンションの何号室に置いていったの？今さら何？206よ。そこ私の家じゃないけど。はあ？うちは205よ。普通間違える？だっていつもはベビーカーだから。着いたら連絡して下まで降りてきてもらってたじゃん。エレベーターないマンションに住んでる方がどうかしてる。どこまでもイチャモンつけるのね、あなた。でね、206の方が月乃ちゃんにご挨拶したいって。どうも、はじめまして。ひなこさんの隣人の木山と申します。あ、このアイコンさっきの水木？どういうことよ。水木くんは無事よ。児童相談所に保護されました。私の勤める乳児院への措置入所が決まっています。は？乳児院って施設ってこと？水木無事なの？月乃ちゃん、うちがダメな時はいろんなお友達の家に無理やり水木くんを預けてたんでしょ。それも何回も。だってワンオペって大変なんだもん。頼れるものは頼らないと。今回のことでもうあなたに子育てはさせられないって。あなたのご両親や旦那さんのご両親もみんな意見が一致したわ。はあ？なんで知らせてるわけ？バッカじゃないの。大ごとにしたくないって言ったじゃん。旦那さんから連絡来てない？激務が落ち着いたら離婚して水木くんと二人で暮らしたいって言ってたけど。離婚とかありえない。あいつ高収入なんだから。っていうか水木生きてるんでしょ。騙したわね。あれはうちの夫のアイデアよ。お灸を据えてやれって。木山さんも心よく協力してくれたわ。ふざけんな。慰謝料払え。水木は乳児院で預からせてやるから、夫や家族には離婚をやめるよう、うまいこと言って。いい加減にしろ。黙って聞いてりゃ自分のことばっかり。子供の容態すら聞いてこないじゃないか。は？あんた何様？保育士だ。子育てが辛いなら行政とか近隣の支援ルームとか民間のベビーシッターとかなんだってあっただろ。どうしてエコバッグに入れる前にそっちを頼らなかったんだ。それがね、木山さん、ベビーシッターを使うと余計な出費が出て知られたくないことがバレるから使わなかったそうです。じゃあ行政とかショートステイとか。だって旅行行くのに使うなんて役所のおばちゃんとかに怒られそうじゃん。しかも友達とじゃなくて浮気だしね。待って、なんで知ってるの？月乃ちゃんのインスタ裏垢見つけちゃった。水木くんを探すときに共通の知り合いに連絡取ってたんだけど、その中の一人が教えてくれたの。ありえない、プライバシー侵害。鍵もかけずにプライバシーも何もないだろうが。今は沖縄のホテルニューチューブにチェックインしたところなんでしょ。明日は水族館だったのに行けそうにないね。嘘でしょ、そんなところまで見てるの。そっちの警察に連絡行ってるはずだからもうすぐ着くだろうよ。え、捕まっちゃうってこと？そんなの困る。彼になんて言えばいいの？私独身ってことにしてんだけど。うわ、最悪。ねえわ。騙してたんだ。そのまま真実を告げるしかないよね。いやよ、これからどうすればいいの？とりあえず逮捕はされる。あとは離婚になるから慰謝料とか養育費とかを旦那さんに払うことになると思うよ。出所したら就職してしっかり払ってあげてね。そういうことじゃなくて、私が助かる方法を教えてって言ってるの。ないよ。ないな。こんなのやだ、誰か助けて。後日談。エコバッグに入れたから預かってなんて最初に言われた時はどうなるかと思いましたが、
水木くんが無事で本当に良かったです。月乃ちゃんは保護責任者遺棄容疑で逮捕され1年の懲役刑に。旦那さんとは離婚し、慰謝料と養育費は一旦ご両親が肩代わりしましたが、出所後何としてでも本人に返してもらうそうです。もちろん浮気相手にも振られたので誰も助けてくれません。水木くんは少しの間乳児院で暮らしましたが、その間にパパさんが会社に掛け合って出張先の事業所への転勤を決め、住まいや保育園を見つけて、あっという間に父子二人の新生活を始めました。どう転んでも水木くんが月乃ちゃんの元へ戻ることはありません。私たち夫婦は今回のことでようやく重い腰を上げてオートロック付きマンションに引っ越しました。そしてなんと妊娠も判明。お腹に芽生えた新しい命を絶対大事にすると心に誓いました。お兄ちゃんの娘が私の店でパンを万引きしてたわよ。ゆいが？店内でチョコクロワッサンもりもり食べてた。万引きっていうよりは無銭飲食ね。人違いじゃないか。ゆいはそんなことするようなことじゃない。きっと腹ペコでどうしようもなかったんだと思う。ゆいちゃんはまだ4歳よ。3日もご飯食べてないってどういうこと？はあ？あんなガリガリに痩せてかわいそうに。私の店に来るのだってきっと1時間以上歩いたはずだわ。ちえみ、聞いてくれ。本当に人違いじゃないんだな。めいっ子を見間違えるわけないでしょ。今お腹いっぱい食べてぐっすり眠ってるけど、ほら。本当にゆいだ。こんなに痩せて。何その言い方、毎日見てるでしょ。実は俺長期出張中なんだ。1ヶ月前から岡山に来てる。え、そうなの？だからゆいにもしばらく会ってない。車で3時間の距離だから戻れないことはないんだが、なかなか忙しくてな。ってことはゆいちゃんの面倒はあかねさんが一人で見てるわけ？そうだ、俺には何の問題もなく生活してるって言っていたのに。じゃああかねさんが育児放棄してるってこと？ゆいちゃんはお願いしてもご飯がもらえないって悲しそうに言ってた。まさかあかねがそんなこと。ゆいは他に何か言ってたか？うん、お腹いっぱい食べたらすぐに寝ちゃったから。そうか。あのさ、私今からあかねさんのところに行ってこようか。え？ゆいちゃんは寝てるし、お店のことなら夫とスタッフに任せればいい。何より自分の娘をこんな目に遭わせるなんてどういうことか知りたいから。それなら俺が聞くよ。お兄ちゃんは忙しいでしょ。それに電話だと何かやましいことがあってもとぼけられるかもしれないし。でもいきなり言ってお前とあかねが喧嘩にでもなったら。その時はその時よ。あいつ元ヤンだから手とか出てくるかもしれないぞ。大事な妹を危険な目に遭わせるわけにはいかない。大丈夫だって。私結婚してから護身術習ったり体鍛えたりしてるから。そうなのか。夫は典型的な文化系だし、お店のスタッフも可愛い女の子ばかりだからね。私が守ってあげないと。いやでも大丈夫だ。あかねとは俺が直接話をする。え？今から車で戻ってあいつに問いただすよ。でも仕事は？今日は打ち合わせもないし、資料整理だけだから大丈夫だ。ならいいけど。でもそっちこそ平気なの？何が？こんなこと言っちゃなんだけど、お兄ちゃんってひょろがりじゃん。まあ元ヤンの奥さんと喧嘩になんかなったらお兄ちゃんが危ないんじゃない？大丈夫だよ、俺だって男なんだし。そっか。それにまだ喧嘩になると決まったわけじゃない。あかねにだって何か事情があるのかもしれないし。3日もご飯をあげてないってどんな事情よ。自分の奥さんを信じたい気持ちはわかるけど。とにかく夫婦間の問題は夫婦で決着をつける。悪いがゆいの面倒だけよろしく頼んだぞ。わかった。数時間後。ちえみ、大変なことになった。今すぐゆいと逃げてくれ。どうしたの？さっき家に戻ったんだよ。そしたらあかねのやつ男と裸で抱き合ってやがった。浮気だよ。マジ？その男がとんでもない野郎でな。お前は誰だって問い詰めたら急にボディーブローを食らわせてきやがった。え、大丈夫なの？めちゃくちゃ痛い。しかも喉元にチョップまでされて声が全然出せない。何されてんのよ。くそ、なんで俺が殴られてんだよ。それより逃げろってどういうこと？赤荷にお前との LINE のやり取りを見せたんだ。これはどういうことだって顔でな。そしたらあいつ血相を変えて男と出て行った。児童相談所なんか駆け込まれたらたまったもんじゃないとか言って。
じゃあここへ向かってるってこと？そうだ、やっぱりあいつ育児放棄してたんだよ。その上浮気なんて最低ね。とにかくすぐ逃げろ。あいつら力ずくでもユイを奪い取るつもりだ。でも一体どこに？それより警察には通報したの？まだだ、チョップされて声が出ないから。じゃあ私が通報。そんなの後でいいから、今はとりあえず逃げろ。お前まで痛い目に遭ったら俺はもうどうしたらいいか。ちょっと待って、もう手遅れかも。え？お店の前に黒塗りのセダンが止まった。はかれたしさ。じゃあ裏口から逃げろ。でも逃げたってしょうがなくない？そしたら夫やスタッフたちに迷惑がかかるし。でも大丈夫、私は悪に屈しないから。それに護身術だって習ってるし。何言ってんだ。もう LINE してる余裕はなさそうだわ。じゃおい。10分後。ごめんなさい。え？お兄ちゃんの言う通り素直に逃げておくんだった。どういうことだ。お店はめちゃくちゃだし、もう最悪。落ち着けチエミ、何があったのかゆっくり説明してくれ。あの LINE の後、あかねさんたちが店に怒鳴り込んできたの。うちの娘を返せって。それで私は臆せず出て行った。娘をこんな目に遭わせてどういうつもりって逆に叫んでやったわ。そしたら男の方が急に私の顔を殴ってきたのよ。私はあかねさんばかり見てたから避けきれなくて。マジかよ。それで倒れた私の顔、今度はあかねさんが蹴ってきたの。ヒールで思いっきり何発も。俺の妹になんてことしやがる。それで私ブチ切れちゃって。え？気づいたらあかねさんと男を血祭りにあげてた。それでお店もめちゃくちゃになっちゃって。え？お前は無事なの？うん、出血はしてるけどダメージは特にない。あかねと男は血まみれで気を失ってる。じゃあ逃げておけばよかったっていうのは？お兄ちゃんの言う通りにしてれば怪我人が出ることもなかったでしょ。私は自分の戦闘力を甘く見すぎてたのよ。そういうことかよ。ちなみに護身術って何を習ってるんだ？ムエタイと空手、それからブラジリアン柔術、あと最近は中国拳法なんかも。どんだけだよ。どうしよう、今警察と救急車が向かってるけど過剰防衛で捕まっちゃうかも。二人の怪我の様子はどれくらいなんだ？気を失っているだけで殺してはいないんだよな。それは大丈夫、ただ二人とも鼻が陥没してるわ。みんなが言うにはかかと落としがまともに入ったって。マジか。でも先に殴られたのは千恵美なわけだし、正当防衛は成立するだろう。お店の防犯カメラの映像もあるし、みんなも証言してくれるとは言ってるけどね。きっと大丈夫だ。それより俺は今タクシーでそっちに向かってる。もう着くよ。わかったわ。数時間後。陽介、これどういうこと？やっと目が覚めたか。なんで私が入院してんのよ。しかも顔中包帯ぐるぐるだし。ひょっとして記憶飛んでる？ユイを連れ戻すためにパン屋に勝ち込んだな、覚えてる。それであんたの妹の顔を蹴って。そう、それで逆にボコボコにされたんだよ。え？妹はムエタイとか中国拳法とか習ってるらしいんだ。お前らの敵う相手じゃなかったんだよ。あの暴力女、警察に突き出してやる。何言ってんだお前。は？警察に突き出されるのはお前だろ。自分の娘をあんな目に遭わせやがって。完全な育児放棄だ。それは。それに妹のしたことは正当防衛が認められたが、お前のしたことはただの一方的な暴力だ。保護責任者遺棄罪と傷害罪でお前は逮捕される。一緒にいた男もな。そんな。で一体いつからなんだ？え？あの男との関係だよ。いや今さらとぼけてどうする、早く話せ。その3週間くらい前からよ。俺が出張に行ってすぐか。軽い女だな。別に私から誘ったわけじゃない。街でなんとなく立ってたら向こうが声をかけてきたのよ。ナンパ待ちじゃねえか。それで私も退屈だったからつい。男の名前は？ロドリゴ。外国人かよ。なんかそれっぽいとは思ったけど。ハーフよ、日本とブラジルの。そんでそのロドリゴに夢中になってユイをほったらかしにしたわけか。別にそんなつもりはない、ロドリゴとちょっと熱くなってただけ。ふざけるな。ユイがどれほど腹を空かせて無銭飲食なんて行動に出たと思ってる。まさかあのパン屋まで歩いていくとは思わなかった。俺が何度も連れて行ったから道を覚えていたんだろう。事故に遭わなくて本当によかったよ。ったく勝手な行動してくれちゃって。
ああ、一体誰のせいでこんなことになったと思ってる。だからそれはことの重大さにまだ気づいてないんだな。お前はバカでクズなクソ女だ。なんですって？ロドリゴって男も相当なイカレ野郎だよ。俺の顔を見るなに急に殴ってきやがって。なんで浮気してる方が殴ってんだよ。こっちは真っ最中だったのに、あんたがズキズキ入ってきたからでしょ。自分の家に入ってきて何が悪い。お前も一旦出直してとか言いやがって。だってそういうしかないじゃない。とにかくお前とは終わりだ。さっさと離婚して払うもん払ってもらう。え、なんだよ、やっぱりそうなっちゃう感じ。当たり前だ。ねえ聞いて、私は別にあなたからロドリゴに乗り換えようなんて思ってたわけじゃないの。だからほんのお遊びだったのよ。ユイのことだってちょっと放っておいたらああなっちゃっただけで。へえ。あなたの妹だって傷つけるつもりはなかった。へえ。今回はいろいろと不運が重なっちゃっただけなのよ。そうなんだ。ちょっと真面目に聞いてよ。聞いてるさ。お前が何を言おうと俺の心には響かないだけ。許してください。嫌です。お願い。もうお前と話すことは何もない。妹が言いたいことがあるそうだから変わる。え、ごめんなさいねお姉さん、つい血祭りにあげちゃって。この凶暴女、なんてことしてくれてんのよ。私も自分を守るために必死だったから。でも冷静に考えたら腕を決めるとか他に方法があったかもしれないわ。今さら遅い。でも私は私で怪我を負ってるから、治療費や慰謝料は請求させてもらうね。え、養育費や兄への慰謝料もあって大変だと思うけど。私にお金なんてないわよ。お勤めを終えたらすぐに仕事を見つけるのね。お勤め？知らなかった？保護責任者遺棄罪って罰金刑がないのよ。それに加えて傷害罪もあるから豚箱行きは確定かと。嘘でしょ、私刑務所で暮らさなきゃいけないの？それだけのことをやっちまったからね。いやよ、そんなところ入りたくない。安心して、ちゃんと1日3食ついてるから。何も食べられなかったゆいちゃんよりよっぽどマシでしょ。ね、どうにかならないの？私本当に反省してるの。どうにもならない。そんな。それにしてもお姉さんって本当にクズなんだね。は？最後の最後まで自分のことばかり。ゆいちゃんに対する謝罪なんて一つもない。じゃあ何よ、謝ったら許してくれるの？いや、そういうわけじゃなくて。もういいわ。え？これ以上話してるとクズが薄りそうだから終わるね。じゃあちょっと待ってよ。後日談。茜は懲役3年の判決となり、兄との離婚も無事成立。慰謝料と養育費を合わせた請求額は計1100万円となりました。刑期を終え、すべての支払いを終える頃にはさすがの彼女も反省していることでしょう。また浮気相手のロドリゴも傷害罪で罰金刑に。兄と私に対する慰謝料および治療費なども認められましたが、なぜかそれは一括で支払ってきました。どうやら私にボコボコにされたことが相当な恐怖となったようですね。ただ支払いのために闇金からお金を借りたらしいので、これからは私なんかよりももっと怖い人たちに目をつけられることになるでしょう。そのうち国外への逃亡を図ったりするかもしれませんね。私は怪我も完治し、毎日パンを焼いています。ゆいちゃんもすっかり元気になったようで、兄とお店に来た時はチョコクロワッサンをもりもり食べてくれます。ちょっと温泉行ってくるわ。ババア一人で留守番できるよね？できるわけないだろ、母さんは認知症なんだぞ。だいたいさ、お姉さん夫婦だけ介護ほったらかしで沖縄旅行ってずるすぎるんだけど。毎日母さんの介護頑張ってくれてるから俺が行ってきてくれって頼んだの。たった3日4日預かるくらいいいだろう。勝手に預かるとか決めてほんと腹立つ。私許可してないんだけど。この3連休全部俺が面倒を見ただろ。そんなの当たり前じゃん、自分の親なんだから。でもあのババアなんかぼーっとしちゃって不気味なのよね。ババアとか言うなよ。お姉さんたちまだ帰ってこないの？天候トラブルで飛行機が欠航になって帰りが1日延びるそうだ。はあ、ありえないんだけど。結婚なんて絶対嘘。楽しいから延泊してんのよ、あの昭和の女。
そんなわけないだろ。ニュースでも台風来てるってやってたし。ま、そういうわけで温泉でも行ってくるわ。どういうわけでそうなるんだよ。だってあなた今日仕事でいないんでしょ。なんで私が一人で見てなきゃいけないわけ。食事は用意したし、危なくないように見ててくれるだけでいいって言ったよな。それだけのこともしてくれないのかよ。あのババアなんかうめいてるし、気持ち悪いから無理なの。そんなこと言わないでくれよ。俺の親なんだから。とにかく1秒でも一緒にいたくないの。俺遠出してて、今から打ち合わせを終えて戻ってバトンタッチしても3時間以上はかかるんだ。一人にしたくないから少し待っててくれ。もう一人だよ。え？もう1時間前に家出て、私は友達と移動中。車借りたからドライブ最高。嘘だろ。大丈夫よ、家の鍵閉めてきたから。家の鍵なんて内側から簡単に開けちゃうよ。外に出て交通事故にでもあったらどうするんだ。大丈夫、出ないって。テレビもつけておいたし。バーバー時代劇好きでしょ。勘弁してくれよ。誰も頼めるやついないし、どうしたらいいんだ。心配しすぎだって。ほんとマゾコンね。気持ち悪い。大体温泉なんてそんなに急に決まるもんか。急に決まるもんなの。1時間前に予約して家を出た。1時間前に出たばかりなら俺が戻るより早い。旅行は改めてプレゼントするから今すぐ戻ってくれないか。やだよ、もう出発したのに。なんであんなお化け屋敷に戻らないといけないわけ。冗談じゃない。マジかよ。私に押し付けたあんたら兄弟が悪いの。私にとっちゃ他人なんだから、面倒見る義理なんてないんだし。わかったよ、打ち合わせキャンセルしてすぐ戻る。ほっときゃいいのに。テレビ見てそのうち寝るわよ。お前は何も分かってない。勝手にすれば。僕はケンタ、38歳のサラリーマンです。同い年の妻のリリカはご覧の通り、自由奔放で気ままな性格です。最初はそこも可愛かったのですが、結婚生活を続いていくうちにわがままはどんどんひどくなってきました。父は数年前に他界、母はその直後から認知症を患っており、リリカが介護を断固拒否したため、僕の姉が引き取って面倒を見てくれています。その分僕も金銭面などでサポートをしていますが、リリカはそのこともよく思っていません。僕らに子供はいないのですが、そのせいか夜に飲みに出ることも多く、今回は突発的な旅行。当然僕も疑ってないわけじゃありませんが、証拠がありませんでした。とにかくこの日、母が心配で慌てて家に帰ったのですが、そこには衝撃的な光景が広がっていたのです。大変なことになった。何よ、邪魔しないでくれる。チェックインして今からお風呂なの。それどころじゃない。何よ。家が燃えた。え？火事だ。は？嘘でしょ。どれくらい燃えたの。全部だ。私のお気に入りのバッグも服も燃えちゃったってこと。他に心配することはないのか。あ、時計、時計は。他には。通帳とか権利書とか大事なものたくさんあるわよね。最悪じゃん、どうしよう。母さんのこと全く気にしてないんだな。てかあのババアの仕業よね。あいつ何やってくれてんの。お前が一人にするからだろ。いい年した大人が数時間の留守番もできないだなんて、ふざけるにも程があるわ。病気なんだ、仕方ないだろ。火災保険降りるわよね。どのくらい出るのかしら。ローンもまだ途中なのに困ったわ。金の話ばっかだな。それしかないでしょ。あのババアのせいで私は大事なものを失ったのよ。こっちが慰めてほしいくらいよ。母さん、紅茶の缶抱きしめて外に立ってたよ。飲みたかったんだろうな。それできっと火を沸かしたんだ。たく、迷惑なババア。お湯一つ沸かせないなんて、さっさと召されてくれないかしら。おい、言い過ぎだぞ。いい加減にしろ。こっちは家燃やされてんの、腹も立つでしょ。お前、お茶の一杯も入れてやらなかったのか。水道ひねれば水は出んの。甘やかすからどんどん悪くなるのよ。鬼だ。は？お前は鬼だ。なんてこと言うのよ。今回運よく何もなかったから良かったものの、何かあったら許さなかった。
自分の責任を私に押し付けないで。今すぐ戻れ。嫌だね。今から豪華な料理で癒されるの。火災保険降りたら教えてね。また買い物行ってそらえましょう。どこまでのんきなんだよ。普通心配ですぐ戻るだろ。だってもう燃えちゃったんでしょ。だったら今さら戻っても無駄じゃない。そういう問題じゃないだろ。あーうるさい。じゃあスマホの電源切るから。もう連絡しても繋がんないんで、バイバイ。うわ、真っ黒焦げじゃん。家に戻ったのか。どうなってるか見たくてちょっと寄ってみたの。のんきなもんだな。そういえば今どこにいんの。お姉さん家？いや、実家だ。あれ、実家まだ売ってなかったんだ。私もすぐ行くわ。いや、来なくていい。どうしてよ。浮気女消えろ。はあ、何言ってんの。俺の車で堂々と浮気旅行なんて、お前アホだな。友達と行くって言ったでしょ。私のこと信じてくれないの。信じるも何も証拠があるからな。探偵でもつけたっていうの。違うよ、ドラレコだよ。あれって SD カード取り出さないと見れないでしょ。スマホで見れるやつに変えたんだ。言ってなかったっけ。聞いてない。なんで勝手に変えるのよ。最近夜出かけたり休みの日もいないことが多いから、浮気の証拠でも見つかればと思って変えた途端ビンゴだ。最低。全部見たの。俺の車でイチャイチャしてくれるなよ。気持ち悪いな。あれはね、男友達なの。男友達ってあんなことすんのかよ。スキンシップってやつ。彼アメリカ育ちだから。もう何者か特定したけどな。え？さっき彼を家で降ろしたよな。住所はそれで特定できた。マジかよ。着るものも何もかも燃えちゃったけど、一人で頑張ってくれ。お前とは離婚する。ちょっと、離婚するなら財産分与は。財産は燃えた。じゃあそのババアに慰謝料請求して実家売らせてお金もらって。そんなことするわけないだろ。恋でやったんじゃないんだ。母さんに責任能力はないんだよ。なんでよ。犯人じゃない。警察に突き出しなさいよ。突き出したって話ができない。無駄なんだよ。ちょっと待ってよ。一文なしでどうやって生きていけっていうのよ。男にでも頼れば。できない。最大者だからな。ドラレコでなんでそこまでわかるのよ。浮気相手は俺の部下だからだよ。部署は違うけどよく知ってるやつだ。確認したら今日は有給取ってた。え？よく似てるなと思ったけど間違いなかった。あいつは奥さんも子供もいる。マジ？出会い系で知り合っただけだし会社まで知らなかった。そんなものやってたのかよ。まあどうでもいいわ。実家に戻って介護頑張れよ。は？介護って何？両親はピンピンしてますけど。お前知らないのか？何が？さっき離婚すること決めたからご挨拶の電話したんだ。勝手なことするなよ。そしたらお母さんもお父さんも悪い病気みたいで。嘘。嘘じゃない。どうして私に言わないわけ？心配かけたくなかったんだろ。それに昔お前が親の介護なんてしないって言ったことがあったそうだな。それで言うのが気が引けたって悩んでたぞ。一人娘なのよ。私の負担半端ないじゃない。どうしたらいいのよ。自分の親だろ、面倒見ろ。いやよ、絶対無理。自分の親すらほっとくのか。介護なんて私にはできない。悪情なやつ。そりゃうちの母さんに水一つくれてやらないわけだな。離婚で正解だ。どうしよう、ママが病気だなんて。もうご飯作ってくれないの。38歳にもなっていつまで甘えてんだよ。いい年した大人だろ。嫌なもんは嫌なの。そんなこと言ったってお前の帰る場所は実家しかないぞ。それとも病気の両親掘ってどっかで暮らすのか。そんな施設とか入れられないのかな。金があるならそうしろよ。掘るわけないじゃない。じゃあ諦めろ。あなたにとっても義理の両親でしょ。面倒見てよ。お前は見なかったくせに随分都合がいいな。だってさ、うちの実家売りに出してたんだけど買い手がつかなかったんだ。でもこのまま母さんと住むよ。あなた仕事はどうするのよ。まあほとんど家でできるし、
打ち合わせはリモートでやればいいしさ、上司もそうしろって言ってくれたんだ。ちょっとだけなら私も手伝ってあげる。だから私も家に入れて。お前親を見捨てる気か。聞かなかったことにする。私には連絡来てないし、はあ、愛情のかけらもないどころか人としても軽蔑するわ。ねえそんなこと言わないで、やり直しましょう。あ、一つ言い忘れてた。何よ。火災保険降りるかどうか微妙になってきた。お前が認知症の老人をほったらかして旅行に行ったってことが過失として認定されればアウトだ。え？そうなったら残りのローンもあるし、またお金請求させてもらうから覚悟しろよ。やだ、そんな大金無理よ。お前に残された道は一つ、働きながら介護をしつつ慰謝料の支払いもする。以上。そんなの無理。お願い助けて。リリカは行くところがなく仕方なく実家へ帰りました。お父さんは左半身を悪くしており介助なしでは動けません。お母さんは残念なことに食事もトイレも自分ではできない状態になってしまわれたようです。ヘルパーの助けを借りながら働きながら介護してボロボロの毎日だと愚痴ってきましたが無視しました。火災保険の方は調査に時間がかかっているみたいです。母の責任能力の有無やリリカの過失が争点となりそうですね。僕の方は姉もよく手伝いに来てくれています。介護って本当に大変で、育ててもらったからなんて綺麗事じゃ済まないほどストレスがたまります。それでも優しかった母の面影があるから僕は頑張れるんだと思います。なあ母さんに聞いたんだが、週5は夜出かけてるって本当か？ああちょっと忙しくて最近帰れてないかも。でもお母さんのことが心配だから頻繁に LINE 入れたりしてるよ。母さんは一人じゃ何もできないんだぞ。今も家にいないらしいじゃないか。こんな時間にどこにいるんだ。ちょっと友達が休養だって言って呼び出してきたから少し出かけてるだけよ。今日はそうかもしれないけど、いつもは違うだろ。専業主婦なのにどうしてそう家を空けるんだ。あなただって家にずっといないじゃない。そりゃ出張なんだから仕方ないだろ。仕事しなきゃ生きていけないんだから。本当に仕事なの？1ヶ月に3回も出張だなんておかしいんじゃない？そういう時期だっていうのは説明したよな。後期じゃないだけちょこちょこ家に帰ってこれるんだから、そっちの方がいいだろ。お母さんのことを私に押し付けて何言ってるのよ。もう少し私のことも考えてよ。それは悪いとは思ってるけど、老人ホームにお願いしようとしたらお金がもったいない、私が世話するからやめてってリエが言ったんだろ。だってこんなに面倒くさいとは思わなかったんだもの。めんどくさいってひどい言い草だな。それでいつも夜どこに行ってるんだ？なんだってよくない？ちゃんと説明できないのか？もうしつこいな。なんか友達が元気ないっぽくて話を聞いてあげないといけないの。週5で話を聞きに行ってたっていうのか？話を聞くなら電話だっていいだろ。そうもいかないのよ。ナイーブな子なんだから実際に会って話を聞いた方がいいでしょ。でもそんな毎日毎日夜に出かけるなんておかしいじゃないか。そんな近くに住んでる人なのか？そんなに近くないけど、その子が頼れるのは私くらいだから。母さんが頼れるのもお前だけなんだぞ。そんなんなら母さんも納得してるし、最初から老人ホームにお願いしておけばよかったな。私のことばかり責めないでくれる？責められるようなことをしてるからいけないんだろ。友達の話を聞いてあげてるだけよ。母さん母さんってマザコンチックで気持ち悪いんだけど。ああそうかよ、じゃあ好きにしろ。母さんから聞いた。俺の車使ってるらしいな。お前免許持ってないのにどういうことだ？またそうやって母さん母さん、結婚前にマザコンだって教えといてほしかったわ。ごまかすなよ。誰が車を使ったんだ？友達よ。ただ普通に遊びに行っただけ。家事もせずか？私にだってストレスがあるんだから出かけるのも自由でしょ。この間から出かけてばかりだろ。どうして私をそうやって縛ろうとするの？お前が浮気してるのが悪いんだろ。は？今も浮気相手と一緒なんだろ。何それどういうこと？母さんから聞いたよ。具合悪くていつも寝てると思って家に連れ込んだんだろうけど、ちょっと考えが甘かったんじゃないか？お母さんったら夢でも見てたんじゃないの？それとも放置された腹いせに嘘ついてるんじゃないかしら。やり方汚いわね。別の証拠もある。浮気相手とイチャついてる写真だったり、ああホテルペガサスの角に入っていく様子の写真もある。ホテルの選び方は男の趣味か？
あんた、そこまでバレてるのね。それで何？離婚したいってこと？ちなみにホテル選びは私の担当よ。言い訳した後は開き直りか。いい根性してるんだな。あなたと別れたって私には次の人がいるもの。慰謝料請求されたところで払ってもらうから問題ないわ。本当に相手が払ってくれるならいいけどな。払ってくれるわよ。あなたには無理でしょうけど。だって節約の鬼だもんね。なのにお母さんのことは簡単に介護施設に入れようとして、それを無駄遣いっていうのよ。月に3つブランドバッグを内緒で購入したお前より無駄遣いはしてないと思うけどな。あなたと離婚して今の彼と再婚すればブランド物も月に50個くらい買えたりして。随分次の相手を頼りにしてるみたいだけど、本当に大丈夫かね。大丈夫に決まってるでしょ。なんたって年収1500万以上の社長なんだもの。私は社長夫人になるの。あなたはただの会社員でしょ。私の生活は一変する。どうして早くこうしなかったのかしら。へえ、1500万ね。浮気相手は結婚してくれそうなのか。ずっと私と結婚したいって言ってたわ。そうか、よかったじゃないか。離婚することについては慰謝料を払ってくれれば好きにしたらいい。言われなくったって好きにする。慰謝料はいくらでも請求しなさい。ケチなあなたなら慰謝料が欲しすぎて今頃よだれ垂らしてるんじゃないの。そうだな。俺はかなりのケチだからたっぷり請求させてもらう。相手の男性にもな。あっそ、最後の最後までうざい男。もうだいぶ前から冷めてたのよこっちは。それはどうも。今から家に戻るから、お前もさっさと帰って荷物をまとめてくれ。嫌よ。まだ住む家がないの。相手の家に泊まればいいだろ。相手のお宅には奥さんがいるらしくて、向こうが離婚してくれるまではバレちゃうから無理ね。ああそうか、向こうも既婚者なんだっけか。意外と理解が早いわね。話が早くて助かるわ。ってことで、あなたは今日帰ってこないで。それは無理だな。母さんが心配だから今日帰るし、会社にもこれから出張を少なくしてもらうように頼むつもりだ。ああそう、優しい息子さんだこと。じゃあ私はどうしたらいいの。どこかホテルにでも泊まったらいいだろ。とにかく出てってくれ。分かったわよ。ホテル代出してくれるんでしょうね。お前の大好きな相手に出してもらえ。俺はお前に一銭も出したくない。言ったろ、俺はケチなんだよ。はいはい、小さい男。とりあえず慰謝料もろもろの話は弁護士から連絡が行くと思うから、逃げずに対応よろしく。誰が逃げるものですか。バカにしないでよね。私の新しい夫はかなりの富豪なんだから。それはもう何回も聞いたよ。でもまだ奥さんと別れてないんだろ。うまくいくといいな。もう奥さんには愛想尽きてるらしいし、私とあの人は愛し合ってるから、再婚も時間の問題よ。あんたに心配されることじゃないわ。それは余計なお世話だったな。もし後で泣きついてきても絶対に許さないから。誰があんたなんかに泣きつくって。寝言は寝て言いなさい。ねえ、慰謝料の話ってどうなってる。弁護士から請求言ってないか。もう送ってるはずなんだけど。あ、なんかお手紙来たけどまだ読んでなくて。そうか、じゃあ読んどいてくれ。そして直接メッセージ送ってくるのやめてくれよな。それじゃ。いやちょっと待って、話があるの。話なら弁護士通せって。私たちまだ夫婦でしょ。こういうことはちゃんと話し合いましょうよ。夫婦やめたがってたのそっちなのに今更何を言い出すんだ。あのね、慰謝料なんだけど免除になったりしないかな。は？今更何言ってんだ。実はいろいろあって、相手の方の仕事がうまくいってないみたいなの。だから慰謝料払えそうになくて。無理に決まってるだろ。ちゃんと請求させてもらう。そんな即決しなくてもいいじゃない。少し考える時間をあげるから免除を考えてみて。どれだけ時間もらっても俺の考えは変わらないよ。こんな屈辱的なことされて慰謝料いりませんなんて言うわけないじゃないか。わかった、じゃあせめて少なくしてくれない。少しだったら私ちゃんと働いて頑張るから、週3くらいならパートに行く覚悟あるよ。週3で返せる額だと思ってんのか。何、どれくらいなの。だから弁護士からの郵便物を見ろって。は？彼と私に300万円ずつ。何これ、ゼロ2つ多くない。印刷ミス。え、もしかして慰謝料の相場知らない。5万から10万くらいじゃないの。彼がお金持ちだから最初は多く請求してもいいとは言ったけど、300万だなんて詐欺じゃない。リエって外見大人っぽいけど昔から中身はトンチンカンだったよな。何それ、喧嘩ってるの。いや、ただ呆れてるだけ。教えといてやるけど、この場合の慰謝料の相場は50万から300万だ。お前がたくさん請求していいと言ったから最大300万で請求したってわけ。
じゃあなんとか50万までには抑えられるわよね。そこから少し引いてもらって10万くらいにはできる。もう何を言ってんのか意味わからん。俺は300万円のまま請求するよ。自分の言葉にきちんと責任を持った方がいい。こっちの気持ちも考えてみてよ。確かに最初は余裕あったけど、急に相手方の会社経営がうまくいかなくなったとかって、私は被害者みたいなものでしょ。被害者は俺だよ。それで加害者がお前と小川ひろきだろ。え、どうしてひろきのこと知ってるの。浮気を疑ってからすぐに探偵を雇って相手の情報まで全部調べ尽くしたよ。だから小川くんのことも分かった。彼のことは評価してたんだけど、とても残念だな。何よその知ってるかのような口ぶりは。実際に知ってるから言ってるんだろ。一体どんな関係だっていうの。仕事上の関係でね。元はプライベートの友人だった。駅近のバーで知り合って仕事の話になって、俺が紹介して取引をしてたんだ。あなたの口からヒロキの話なんて聞いたことないわよ。リエを前から俺と話すの避けてただろ。そんな相手にいちいち話さない。もしかして仕事がうまくいかなくなったのってあなたのせい。俺のせいではないだろ。小川くんの自業自得だ。俺はただ今回のことを会社に報告して取引を中止にしただけ。でもそれだけで会社の傾きが変わるような打撃にはならないでしょ。小川くんから他にどの会社と取引してるかは前から聞いてたから、そこの知り合いに今回のことを話したりしてよ。うちの業界は横のつながりがすごいからな。何もそこまでしなくったっていいじゃない。そもそも小川くんは仕事ができるわけではなく、コネで生きてたような人間だ。信用を失ったら誰も取引しようだなんて思わないんだよ。それに小川くんの会社はお前が思ってるような大きい会社じゃないぞ。年収1500万もおそらく嘘じゃないか。はあ、私嘘つかれてたの。そしたらもう富豪の嫁にはなれないってこと。それは今後の小川くんによるんじゃないか。こんな崖っぷちな状態で300万の借金なんて無理。いや、それだけじゃないだろ。え、何、まだあるの。小川くんの奥さんにも探偵からこのことを密告してもらったから、そのうち奥さんからの慰謝料も請求されると思うぞ。何余計なことしてくれてんのよ。あなたのやってることはただの嫌がらせよ。自分のやってことを全く反省してないんだな。よくわかったよ。値下げも少し考えてたけど、300万のままにしとくわ。え、ちょっと待って、反省はしてる、してるから。だから値下げしてくれない。せめて50万とかにして、もっと下げれるならもっと下げて、お願い。もう遅いよ。弁護士からの手紙に離婚届も同封してあっただろ。俺の方は記入済みだから、リエも早めによろしくな。待って、離婚を考え直すのはどう。お母さんの介護もしっかりやるし、私たちまだやり直せると思う。いいや、絶対に離婚する。大人なら一度決めたことをしっかり通せ。お母さんだって可愛い可愛い嫁がいなくなったら寂しがるんじゃないの。今さら何言ってんだか、笑っちゃうよ。お前と話してるとミラクルワールドの住人になりそうだから、そろそろ連絡切るわ。一度二人で会って話をしましょう。それが無理なら電話でもいい。アツシ、どうして既読つかないの。ブロックしたの。ねえ返事して、お願いだから許して。その後、リエと小川には俺と奥さんの慰謝料を合わせて500万円ずつ請求が来ました。お金のない小川には興味がないとのことで、二人はすぐに破局したそうです。リエは働くことよりもお金持ちの男性を探すことに必死になったそうですが、そんなすぐにうまくいくわけでもなく、今では諦めて時給900円のスーパーで週5のアルバイトをしているそうです。完済はいつになるんでしょう。リエの人生に借金がつきまとうことは確かですね。俺も自分の母の介護を任せっきりにしていたことを反省し、出張を少なくして母に寄り添いながら生活しています。ディズニーランド年間パスポート貸して。他の人には黙っててあげる。は？年間パスポートはお貸しできません。ママ友なんだから共有するの当然よね。なんで上から目線。いいから貸して。家族で行くから3人分ね。年パスは他人に貸せません。顔写真がついてるから無理です。私とかすみさん似てるよね。平気平気。似てませんよ。だって目と鼻と口があるでしょ。それは誰だって同じでしょ。人類みんな兄弟、イエイ。無理って言ってますよね。娘のカレンに行くって言っちゃったし、かわいそうじゃない。自分のお金で行ってください。やだ、中に入ってからも食事代とかいろいろかかるでしょ。そんなお金ない。ないならお金貯めてから行ってください。うちはかすみさんちみたいに年パス買うような余裕ないもん。ずるいよね。そんなこと言われても困ります。
それに年パスは高いけど、月に何度も行くとお得なんです。もう何回も遊びに行ってるんだから貸してよ。無理なものは無理です。ママ友だよ、助け合わなきゃ。新しいアトラクション楽しみなんだ。ママ友だからって強引すぎます。年パス貸さないなら家族分のチケット代払ってよ。なんでそうなるんです？だって貸してくれないのが悪いんでしょ。どっちも困ります。うわとケチ、かすみさんがすっごいケチだってみんなにバラすからね。はい、ママ友全員にかすみさんは友達のお願いを聞いてくれない冷血無比な白状女って言っとくから覚悟してね。やめてください、そんなことが子供の耳に入ったらかわいそうです。それが嫌なら貸してね。久々のディズニーランド楽しみ。私はかすみ、34歳、夫と5歳になる娘の3人家族です。私と夫はディズニーランドが大好きで、デートはいつもディズニーランドでした。結婚して娘のさくらが生まれてからも出かけるところはディズニーランド。月に何度も行くので家族で年パスを購入しています。どうやら娘のさくらが幼稚園でお友達のカレンちゃんにそのことを話したようで、さゆみさんは日頃からケチで知られていて、ママ友ランチでは会計の頃にいつの間にか姿を消したり、誰かの家に実家から野菜が届いたと聞きつけるともらいに行ったりと、何かと面倒な人なのでちょっと距離を取るようにしていたのですが、そのさゆみさんがその後とんでもないことをしでかしたのです。さゆみさん、いい加減にしてください。何が？他のママ友に私がさゆみさんの年パスを取り上げたとか言ってますよね。そんなの知らない。私がお金にうるさいケチで、ママ友の頼みを一切聞かずにすぐに人のものを当てにするとも言っていますよね。さあね、これってさゆみさんのことじゃないですか。私はそんなことしてないわよ。幼稚園のママの中には真に受けてる人もいるようなので発言を取り消してください。めんどくさいからやだ。信じてる人がいるってことはかすみさんがそういう人だって証拠じゃないの。私のお願いも聞いてくれない自分勝手な人だもんね。そんな、そういえば前に発表会の衣装縫ってって頼んだ時も断られたもんね。子供の衣装は親が縫うことになってたじゃないですか。さとみちゃんの衣装縫ってあげてたでしょ。知っているのよ。あれはさとみママが急に入院でできなかったからやってあげただけです。さとみちゃんのはやってあげてもうちのはできないってひどい。でもさゆみさんは自分で作りましたよね。今さら何言ってるんですか。自分で作ってないよ。はい、あなたにいくら頼んでもやってくれないからしんちゃんママに作ってもらったの。しんちゃんママ、お店やってて忙しい方ですよね。知らない、彼女はお願いしたらやってくれたのに、あなたはやらないって本当にひどいよね。そんなこと言われてもディズニーランドの年パスだって貸してくれないし、お金も出してくれないしさ。さゆみさん、いくらなんでもズーズーしくないですか。は？何その言い方、こんなの普通でしょ。普通？普通ママ友に頼み事されたら断らないでしょ。他のママたちは親子遠足の時にお弁当を作ってくれたり、バーベキューやってくれたり、キャンプに連れて行ってくれた。みんなは頼みを聞いてくれるのに、やってくれないのはかすみさんだけ。え？そんなにたかってるんですか。たかってなんかいない。みんなが親切なの、かすみさんがケチなだけ。そんな言い方やめてください。言われたくないならディズニーランドの年パス貸しなさいよ。だからあれは顔写真が入っているので他人には使えないんです。そんなの言い訳よね。自分だけいい思いできればいいっていうすっごい傲慢だよね。傲慢？傲慢のこと？どっちも一緒。カレンが早く行きたいって泣いているのに、どう言われようとお貸しすることはできません。でもね、かすみさんは私に貸すことになるんだよ。え？今日はディズニーランドを一日満喫するんだ。お土産欲しければ買ってあげるよ。何がいい？レストランの紙ナプキン？ストローの袋でもいいよ。やっと自分のお金で行くことにしたんですね。お土産はいらないので楽しんできてくださいね。違うよ、年パスがあるの。え？年パスを購入したんですか？かすみさんの年パス。待ってください、どういうことですか？だからかすみさんと旦那さんとさくらちゃんの年パス3枚。嘘、タンスにちゃんとしまってあったはず。今開園前で並んでいるからもうすぐ中に入れるんだ。ワクワク。なくなってる。なんで？知らない、私はね、魔法使いのおばあさんにもらったんだよ。嘘言わないで。どうやって取ったんですか？取ったなんて人聞きが悪いな。ちょっと借りただけよ。信じられない、
前にかすみさん家に遊びに行った時に借りておいた。え、スペアキーがなくなってる。鍵を玄関に置きっぱなしちゃダメだぞ。じゃあ勝手に家に入ったってこと？だっていつまで経っても年パス貸してくれないんだもん。だから自分から借りに行ったの。でも年パスがどこにあるかなんてわからないはずなのに。さくらちゃんがね、ママは何でもタンスにしまうんだよって言ってた。そんな子供から聞き出すような真似をしたんですか？ひどい。せっかくのディズニーランドを楽しんじゃおっと。でさ、お土産いらないの？せっかく聞いてあげてんのにさ。いりません。それよりうちの年パスなんですから使わないでください。無理無理。あー楽しみだな。使わないで返してくれるなら許しますから。許す？何よ。分かってないな。許すのは私の方なんだよ。はい？いつまでも貸さないでいるあなたを仕方ないから許してあげる。他人の年パスを使用することをご主人は分かっているんですか？知ってるよ。かすみさんが貸してくれたって言ってあるもん。使えるんだって喜んでる。もういいです。さゆみさんと話していても拉致が開かないので警察に通報します。へー、いいのかな、そんなこと言って。当たり前じゃないですか。さゆみさんはうちに泥棒に入ったんですよ。ふーん、警察に連絡したらあのことバレちゃうよ。あのこと？さくらちゃんの言う通り、大事なもんが全部タンスに入っていたんだよね。私見ちゃったよ、あの写真。かすみさん浮気してるでしょ。え？タンスの中にさ、大量の写真が隠してあったのよ。ずいぶん若くてかっこいい男の人ね。それはおとなしそうな顔してさ、意外にやるよね。結構際どい写真とかもあってもうびっくり。あれを見たんですか？ご主人に知られてもいいのかな。私のスマホにも記録しちゃった。スマホに撮ったって、ご主人に教えちゃうぞ。夫には知られるのはちょっとまずいんですけど。知られたら離婚されちゃうかな。うわ大変。離婚というか、あんなものしまい込んでさ、不潔よね。だから今日一日年パスを貸しなさい。でも他人の年パスでゲートは通れないですよ。通れない時はあんたに弁償してもらうからね。弁償って言われても。後で10万よこして。そんなことできません。バラされたくないんでしょ？それはそうだけど、でもこんなの脅迫じゃないですか。やだ、ママ友同士で脅迫とか穏やかじゃないな。ちょっとお金のプレゼントをするだけでしょ。10万なんて無理です。じゃあ後でご主人に伝えないとね。その前にママ友のグループラインでみんなに教えちゃおっと。それだけはやめてください。じゃあ10万。10万なんて無理です。へえ、いいんだ。まあ私としてはディズニーランドに入れさえすれば今日のところはいいんだけどさ。じゃあ見逃してくれますか？あ、手が滑った。え、ママ友グループに写真載せましたね。今すぐ削除してください。うわー、一番際どい写真載せちゃったわ。ごめんなさい。お願い、今から削除できるから。あら、もう既読がつき始めた。あ、どうしよう、バレちゃう。ジュエルってこの男のこと？なんで他のママで知ってる人がいるのよ。まずい、これはまずい。経歴不明の恋愛のジュエル君の非公開写真来たって何のこと？正体バレたらもう活動なんかできないじゃないですか。どうしてくれるんですか？はい？夫にバレないようにこっそりやっていたのに。ちょっと待って、意味がわかんないんだけど。だから私なんです。何が？その写真の男は私です。何バカなこと言ってんのよ。そんなわけないじゃない、どう見たって男でしょ。男装コスプレイヤーなんです。学生時代ふざけてネットにアップしたら人気が出ちゃって調子に乗って活動していたんです。でもストーカーに追い回されたことがあって、だから夫にはもうやめたって言ってあるんです。だって際どい写真が。際どいってどの写真です？着替えの写真とか確かにありますけど。だってこの後ろ姿はどう見たって。骨格が結構たくましいって昔から言われるんですよね、悲しいことに。というより凹凸が全く。それ以上言わないでください、泣きますよ。もう何でもいいからご主人にバラして離婚させてやるわ。残念ながら離婚までにはならないと思います。ただ夫の説教めっちゃ長いんですよね。
憂鬱です。それじゃこの写真は大して役に立たないってこと？私は秘密をばらされて精神的ダメージは結構でかいですけど、社会的なダメージはさほどないかと。それより先ほど警察に通報させていただきました。はい？盗難の件ですよ。犯人が盗んだ年パス持ってディズニーランドのゲート前に並んでいると伝えてありますので、そろそろお迎えが来ますよ。こんなにたくさんいるのに分かるわけないでしょ。どうでしょうね、日本の警察とディズニーランドのキャストを舐めない方がいいですよ。え、先に行った夫がゲートでなんか聞かれている。やっぱりまずそうな雰囲気だけど、どうしたらいい？今さらどうしようもないですね。夫がどこかに連れて行かれるみたい。ご主人は悪くないとちゃんと言った方がいいですよ。じゃないとさゆみさんが離婚ですよ。自分の妻が犯罪者だなんてご主人気の毒です。犯罪者じゃないわよ、ちょっとした出来心じゃない。ねえ、なんとかしてよ。いやよ、離婚なんかしたくない。ごめんなさい、謝るから。ねえ、助けてよ。さゆみさんはキャストに人目のつかないところへ連れて行かれ、そこで警察に引き渡されたそうです。おまけに私の家だけでなく他の家も鍵を盗んで侵入していたらしく、当分塀の中で生活をすることになった様子。全く何も知らなかったご主人はさゆみさんと離婚。今は子供を連れて実家に引っ越したそうです。きっとさゆみさんは外に出てきても住む場所もなく、おまけに損害賠償も請求されていて大変そうですね。私は夫に写真のことを話しました。夫婦で隠し事をしないという約束をしていたので4時間半説教されて大変でした。ハロウィンの時だけは夫の許可が出たので、次のハロウィンにはさくらも一緒にディズニーランドでコスプレをしようと楽しみにしています。バーベキューで使ったうちの庭の使用料5万でいいわ、今すぐ払って。使用料って何？ママ友会のバーベキューでうちを使ったでしょ、庭の使用料もらうの忘れてたのよ。意味が分かんないんだけど、庭を使わせたからお金払ってってこと？それ以外にある？いや、初めて聞くからちょっと混乱してしまって。じゃあさ、あんたらキャンプ場とか行ったら場所代払わないの？それは払うけど。理屈は同じでしょうよ。分かったよ、でも5万はちょっと高くないかな。値下げはなし、きっかり5万。冗談だよね。肉や野菜の焼きカスとかたくさん散らばってて大変だったのよ。それにトイレも使ったでしょ、水道も使ったし、うちはやられっぱなしなわけ。いや、そうやって迷惑かけるの分かったから、バーベキュー代はみんなで割り勘して、美奈子さんには1円も出させてないよね。そんなの当たり前でしょ、それを踏まえた上で言ってるの。庭とトイレの清掃費も込みよ、5万ならお得でしょ。トイレも庭も全部それなりに掃除して帰ったつもりなんだけどな。いいえ、とにかく汚かったわ。庭が使い物にならないレベルよ。精神的ショック考えたら5万でも足りないくらい。ご家族だったから一人1万円ってこと？あんた算数できないの？なんでうち入れて5で割んのよ。じゃあ4で割って1人1万2500円？バーベキュー代でも1万くらいかかってんのに結構な出費だな。人んちに迷惑かけたんだから当たり前でしょ。だったら最初からキャンプ場でやればよかったじゃない。覚えてる？美奈子さんが場所代がもったいないからうちでやろうって言ったんだよ。ここまで汚されると思わなかったからね。そりゃ汚したのは悪いけど、一緒に楽しんだわけだし。払わなきゃ訴えるわ。え、そこまでするの？当たり前じゃない。美しい庭が踏み荒らされゴミまみれになったんだから。美しい庭、はあ、分かったよ。みんなには私から伝えておく。頼んだわね。私はみゆき、32歳の主婦です。先日ママ友でバーベキューをして、その際美奈子さんがうちでやろうと言ってくれたのですが、こんなことに。普段からちょいちょいトラブルを起こす人で、私たちも困っていたのですが、誘わないわけにもいかず仕方なくお付き合いを続けていました。12,500円、痛い出費です。できれば払いたくないので仲間と話し合いをしていたのですが、待ちきれない美奈子さんの恨みは募り、とんでもないことをやらかしてくれたのです。もういつまで待たせるわけ？たった5万を4人で割ったもんがまだ払えないの？今みんなと話し合ってて。待ってるから早くしてよね。それと予定してたクリスマス会のことなんだけど。え？うちでやってもいいからね。本気で言ってるの？
今度は室内だから10万でいいよ。クリスマスはうちでやろうと思ってるの。は？あ、ほら、また美奈子さんち汚しちゃうとあれだから。どういう意味？はっきり言うね。場所代に5万も10万も払う余裕は主婦にはないのよ。うちには大きなクリスマスツリーがあるのよ。うちにもあるよ。あんたんちより大きいから。ツリーの大きさはどうでもいいんだけどね。今回はほどほどの予算で楽しくパーティーできたらいいから。ありえない。せっかく恋で場所提供しようって言ってやってんのに。とにかく今回はうちでやることに決まったから。26日のお昼だからよかったら来て。会場費いくら取るつもりなのよ。私はお金取らないよ。分かったもんじゃないわ。無料でいいから会費だけくれたら。会費いくらよ。ケーキと軽食で一家族3000円くらいで考えてるよ。高すぎる。え？なんで土曜日の昼間から3000円も払わなきゃいけないのよ。あくまでも予定だし、少しだけどそこから子供たちへのプレゼントも考えてるの。どうせしょっぱいお菓子でしょ。そんなのいらないから、うちだけ1000円にして。プレゼントに2000円もかからないよ。飲食の方が大きいし。じゃあ少ししか飲み食いしないわよ。うちは2人で1000円。いい？でもお宅だけプレゼントなしってわけにも。子供がかわいそうでしょ。親がいらないって言ってんだからいいの。プレゼントは用意するよ。楽しみにしてると思うから1000円でどうにかするよ。たく、自分がいいようにしたいだけじゃないの。本当に協調性がない人ね。はあ。なんで黙って帰ったの？退屈だったからだけど、悪い？なんてことしてくれたんですか？何が？もう一つ一つ説明しないとわかんない？ちょっと散らかしただけでしょ？これで私の気持ちがわかったんじゃない？あんたがお金取らないって言ったのよ。私は1円も払わないけど。今みんな残って片付けてくれてるわ。は？一人でやんなさいよ。私は全部一人でやったわよ。ここまでやる？ケーキを見つけづらいソファーの裏にわざと落としたり、私の大事なカップやお皿割ったり。悔しくて涙が出るよ。くだらないパーティー開くからむしゃくしゃしてたの。手が怒りで震えて落としただけでしょ。わざとじゃないわ。トイレでタバコ吸ったでしょ。吸い殻落ちてたわ。タバコ？知らない。あなたしか吸わないでしょ。それに子供たちに配るはずのお菓子も4つも足りないの。あれ取り放題じゃなかったの？あまりにもしょぼいからいくつかもらえるもんだと思った。1000円しか払ってないのに随分とずうずうしいのね。あんたら5万まだ払ってないでしょ。私は1円も払いたくなかったけど。こんなに汚して満足？私も同じ思いしたのよ。他のみんなにも分からせたいから今みんなの家の庭汚してきた。は？田中さんとこだけはマンションだったから仕方なくポストにした。え、ちょっと待って、本当にそんなことしたの？本当よ。うちの昨日の夕飯の残りとかポイポイってしてやってきたわ。お金請求したくなる気持ち絶対に分かるから。最低。いつまで経ってもお金は払わないし、くだらないパーティー開催するし、腹立ってしょうがないわ。私たちも相当腹立ってるから覚悟して。何よ、こっちはいつでも訴える準備ができてんのよ。こっちも訴えるわ。は？今みんなの旦那さんから電話が来たみたい。庭にゴミが散らばってるって。とりあえず写真撮ってもらってる。勝手に撮れば？それと割った食器とカップ総額10万だからそれも請求する。は？わざとじゃないって言ってるでしょ。これはどう見てもわざとだよ。打ちつけてるじゃん。これってどういうことよ。うちの家ペットカメラあるの。何されるかわかんないからオンにしといたのよ。ちょっと、人を勝手に撮るなんて盗撮よ。それから窃盗で警察も呼んだ。は？動画見るまで気づかなかったわ。子供のおもちゃに細々とした雑貨に日用品、リビングに置いてたジャブート、これには今日集めた会費が入ってた。え、全部映ってるっていうの？見たから言ってるの。それと田中さんとこのマンションの防犯カメラも見てもらう。エントランスだから確実に映ってるね。まずい。悪いことするワニには爪が甘いわね。取り消す、全部取り消して返す。だからなかったことにして。何言ってんの？5万もチャラにしてあげる。だからそっちもなかったことにして。まだそれ言ってんの？お互い様ってことでいいでしょ。そもそも5万も払うわけがないでしょ。
はいはい、それももういいから、カメラとか全部データ消して。全く反省してないよね。すみません、うん、はい反省した、だから消してね。あなたね、そうそう、新年会の予定でも立てようよ。ふざけるな。え、あんたなんか二度と呼ぶわけないでしょ。そもそもね、あんたんちの庭なんか最初からゴミだらけだったからね。何が美しい庭よ、笑わせるんじゃないわよ。いや、それもこれももう終わったことじゃない。終わってない、むしろ今からだけど。もういいじゃないね。田中さんの旦那さん、せっかくの土曜日のお休みに今ポストの掃除してるそうよ。悪かったわよ。田中さんの旦那さんって、お宅の旦那さんの取引先の部長さんだって知らなかったの？え、ママ友の人間関係には関係ないからって田中さんずっと黙ってたみたいなの。嘘。でも今回のことで旦那さん相当怒ってるみたい。いやー、さすがにこれは取引停止だね。マジって、マジでやばいって。ただでさえ零細企業なのに、うちの夫のせいでそんなことになったら。妻が犯罪行為で夫に迷惑かけるなんて。どうしよう、今から田中さんところ行こうかな。怒って追い返されるだけよ。取ったものも今から返しに行くわ、だから味方して。返すのは当たり前なの、だからとかじゃないから。そんな冷たいこと言わないでよ。散々ひどいこと言って最低な行為をしたのは誰なのかよく考えてね。5万円どうしても必要だったの、カードの支払いが足りなくて。それはあなたの都合、私たちには関係ない。新年会呼ばれないよね。それどころか家で年を越せるかどうかの心配した方がいいんじゃない。そんな、警察なんて絶対嫌。美奈子はうちから盗んだり私たちを脅したりした件で逮捕。今後は裁判次第ですが、どうなることやら。旦那さんは必死で田中さんに謝罪。奥さんがしたことだからと大事にはならず、今まで通り取引を続けてもらえることに。しかし旦那さんは美奈子と離婚、子供さんを引き取り実家のサポートを受けながら働いているそう。美奈子が取ったものは旦那さんが届けてくれました。私たちは美奈子のいないいつもの仲間で新年会を開催しました。お金を請求する人は一人もおらず、平和に楽しくママ会を楽しんでいます。お姉ちゃん、子供の迎えよろしく。昨日も私が見たでしょ、無理だよ。そんなの困る、お姉ちゃんの仕事なんて猿でもできるじゃない。昨日は早退までして迎えに行ったんだよ。明日プレゼンだから準備で忙しいの。何カッコつけてんの、猿並みの仕事しか任されてないくせにさ。そんな言い方しないでよ。私なんてプロジェクトリーダー、できる女の忙しさなんてわかんないわよね。だからって、母親はあなたよ。でも家族なんだから助け合うべきでしょ。できるだけ協力してるでしょ。だったらお願い、あと夕飯も作っといて。冷蔵庫になんもないから買い物もして。今夜はさくらの好きなシチューがいいな。何言ってんの、家政婦じゃないんだから。さくらがお腹空かせるでしょ、かわいそうじゃない。そりゃそうだけど、迎えに行けたとしても時間がないから、お惣菜とかでもいいじゃない。子供には愛情困った手作りの食事にしないと、グレたらどうすんのよ。たまにお惣菜使ったってグレたりしないわよ。そんなのわかんないでしょ、お姉ちゃんに責任取れんの。そんなことまで知らない。だったらうちの方針に口出ししないで。何言ってんのよ、うちの息子にお惣菜も食べさせてたけど、グレたりしてないわよ。でもあんまり賢くないよね。はい、私立中落ちて公立行ってるよね。ちょっと高望みしすぎたの、それとは関係ない。私はね、お姉ちゃんとこと違って賢い子にしたいんだよ。だから今からいろいろ気使ってんの。それなら勝手にしなさいよ。とにかく早くお迎え。お願いだから誰か他の人に頼んで。だってお兄さんも都合つかないって。うちの夫にまで連絡したの？当たり前じゃん、義兄ってことは家族でしょ。まあそうだけど。なのにお兄さんってば、頼んでも無理しか言わないんだよ、最悪。夫は決算時期で手が離せないからね。そんなの私には関係ないもん、どうせ大したことない会社なのにね。そういうこと言わないで、ご主人はダメなの？夫はね、超エリートだから仕事がめっちゃ忙しいの。お兄さんとは違うんだからね。
だったらシッターさんとかにお願いしたら？シッターに頼んだらお金がかかるでしょ。多少お金がかかっても仕方ないじゃない。じゃあお姉ちゃんが出してよね。は？頼めっていうのはお姉ちゃんなんだから、だったら払うのが当然じゃない。あのね、こっちは手伝ってあげてるんだよ。家族なんだからやってよ。あーもう保育園から電話が来た。私もうすぐ会議が始まっちゃうからすぐに迎えに行ってよね。じゃあ。ちょっとさゆみ、もう仕方ないから今日だけよ。今度はシッターさんとかに頼んでよね。私は陽子、36歳。中学1年の息子と夫の3人暮らしです。夫とは職場で出会い結婚。子供ができても仕事を辞めずに続けたのでとても大変でしたが、母の協力でなんとか乗り切りました。妹のさゆみは2歳になる娘がいます。半年ほど前に産休を終えて復職しました。小さい子を抱えての共働きの大変さはよくわかります。頼りの母は数年前に他界したこともあり、私と夫はできるだけさゆみ夫婦を助けてあげようと話し合いました。私は行けるときは早退して迎えに行き、夫も休日に面倒を見たりなどかなり協力してきたつもりです。でもそれをいいことにさゆみは私たちへの要求がエスカレートしていったのです。さくらがおたふく風邪にかかっちゃって、明日から1週間仕事休んでよ。そんなに休めるわけないでしょ。無理に決まってるでしょ。じゃあまさきさんとうまくやりくりしてよ。交代で休めばいいじゃん。勝手なこと言わないで。1日ぐらいならなんとかするけど。1日なんかじゃ無理。1週間なの。お医者さんがそれくらいは登園できないって言ってんだもん。最近は病児保育とかあるじゃない。そういうのを頼んだら。ああいうのはね、予約がいっぱいでなかなか空きがないの。そうなの？お姉ちゃんはお母さんが面倒を見てくれたからこういう苦労知らないんだよね。ずるいよ。そんなこと言われても。私だってお母さんがいれば頼めたのに。ご主人のお母さんにお願いしたら？わざわざ新幹線で来てもらうの？それにお母さんが来たらいろいろ口出しして面倒だから嫌なの。それくらいわかるでしょ。そんなこと言われても1週間も休めないもの。新幹線の料金がかかるし、お土産だって帰りに渡さないとならないから出費もかかるもん。お姉ちゃんがお金出してくれんの？またそういうこと言う。夫婦で働いているんだから自分たちで何とかして。保育料だってバカになんないからそれ以上は出したくないもん。子育てっていろいろお金がかかるけど仕方ないでしょ。お金があるならさくらにバレエや英会話を習わせるために使いたいもん。こんなことのためじゃない。まだ2歳なんだから今はまだ必要ないでしょ。習い事はね、早くから始める方がいいんだよ。じゃないとお姉ちゃんちみたいになっちゃうと困るじゃない。あのさ、うちの子をそこで持ち出さないでよ。私立中学受験失敗ってもう人生オワコン。大学も大したところには行けそうもないよね。そんなのわからないでしょ。それに本人の行きたいところに進めばいいと思っているし。何それ、東大はおろかマーチすらすでに諦めてんじゃん。かわいそう。ちょっとひどくない？さくらはそんなことないように早くから理想的な教育しないとね。それなら仕事を辞めて育児に専念すれば。は？仕事辞めたら今までのキャリアが無駄になるし、お金もたまんないでしょ。何言ってんの？それはわかるし、もったいないと思うよ。でもそこまでの理想の子育てをしたいなら仕事をしながらは結構きついでしょ。だから家族で協力し合って子育てするんでしょ。わかってんの？はい。その責任はお姉ちゃんにもあんの。あとお兄さんも家族なんだから同じように子守りをしてもらわないと困るのよ。当然でしょ。ちょっと待ってよ。できることは協力するけど当然のように要求するのはおかしいでしょ。何もおかしくないでしょ。だから1週間休みをお姉ちゃん夫婦でやりくりしてよ。絶対だからね。ちょっと無理だから勝手にそんなの決めないで。あれ、既読にならない。うちでは断ったからね。ちょっとどういうことよ。さくらを連れてったら家にいないじゃない。仕方なく昨日は面倒見たでしょ。でも今日は無理って何度も言ったでしょ。そんなのひどいじゃない。私が休みを取るのにあちこち頭下げて大変だったんだよ。なんだ、やれば休みが取れるんじゃない。上司に怒られたり嫌味を言われたり大変なの。すごく嫌な思いしたんだからね。職場の理解がないと子育てするのも大変なのは事実だけどね。
上司にまたかって言われて、次は休ませないって言われたの。私がクビになったらどうすんのよ。それは私に関係ないよね。会社の問題じゃない。何よそれ、他人事みたいに。他人事だもん。ひっど、そんなに冷たいことばっかり言うなら家族の縁切っちゃうよ。いいの？いいけど。え、かわいいかわいいさくらに会えなくなってもいいの？さくらがせっかく陽子おばちゃまって言ってくれるようになったから会えないのは寂しいな。なら子守りしなさいよ。それよりさゆみは昨日どこにいた？え、会社だけど。昨日会社に連絡したら子供の病気で休みを取っているって言われたけど。なんで会社に連絡すんのよ。さゆみに電話しても出ないからよ。それはその、いい会社よね。月に3日の看護休暇をくれるんだってね。あとは有給扱いだけど、可能な限り協力してくれてるんじゃない。で、今月はすでに5日も申請済みなんだって。だってさくらが熱を出したりとかいろいろあって。確かにまだ小さいから熱を出したりもしやすいよね。でも保育園にも確認したら、お休みの日って全部私や夫が面倒見てる日だったよ。そんなことないよ。うちの夫が早退した日だって1回あった。へえ、1日ね。で、セミがさくらちゃんのためにお休みしたのはいつなのかな。夫にそのことを話したんだよね。そしたらこんな写真をくれた。外回りの途中で見かけて、あまりにもびっくりして言えなかったってさ。黙ってることないのにね。そのまま永久に黙ってればいいのに。で、相手は誰？その、これは曲がり角で偶然ぶつかったらこうなった。なわけないでしょ。どういうことか説明しなさい。知らない。じゃあご主人に聞くしかないね。ダメ、それはしないで。ならちゃんと説明して。記憶にありません。あ、手が滑った。え、な、何？ごめん、うっかりご主人に写真を送っちゃったわ。へえ、浮気相手は彼の友達なんだ。だって夫よりかっこよかったから。はい？やだ、夫から LINE が来た。激怒してる。どうしたらいい？さあね。離婚されたらまずいんだけど。二人でよく話し合いなさいよ。ああ、その間さくらちゃん預かろうか。前にも一回この人との浮気がバレて、夫にはもう別れたって言ったんだよね。まずい。え、まさか二度目なの？あ、まあね。あと会社からも怒られると思うよ。なんで？だって嘘ついて看護休暇を取ってたんだよ。当然だよね。下手すると減給かな。どうしよう、こんなはずじゃなかったのに。夫からも会社からも責められるなんて嫌だよ。ねえ、なんとかしてよ。お姉ちゃん家族でしょ。困った時はお互い様だよ。困った時はね。でも今の状況はさゆみの自業自得だから、よく反省しなさい。じゃあね。ちょっと、そんなこと言わないでよ。なんとかしてよお姉ちゃん。さゆみの夫は別れたはずがまたよりを戻していたことに大激怒、離婚となってしまいました。そしてさゆみを家から追い出し、慰謝料の請求中。さゆみは会社に嘘をついていたことが問題となり、居づらくなって仕事を辞めてしまったようです。浮気相手が既婚者だったこともあり、行く先をなくしたさゆみは私に泣きついてきましたが、もちろん無視。今は借金を抱え、パートを掛け持ちして必死に働いているようです。さくらちゃんは今では大好きなおばあちゃんが来てくれて面倒を見てくれています。私たちも時々さくらちゃんと一緒にお出かけをしたりと楽しく過ごしています。元気いっぱいのさくらちゃんがいつも笑顔でいてくれるといいですね。おい、バカ野郎、この弁当の味付けなんだ。味覚がぶっ壊れたのか。どうしたのよ。こんな薄味にしろと誰が言った。まるで豚の餌じゃないか。確かに今までより薄くしたけど、その分素材の旨味を生かしてるつもりよ。俺はもっと濃い味がいいんだよ。健康診断で高血圧って言われたことを忘れたの？あ？コレステロール値も高いし、このままの食生活だと脳梗塞とか重い病気になるって言われたでしょ。覚えてねえよそんなこと。今後は塩分控えめの食事にして、アルコールも控えろってお医者さんから叱られたじゃない。
だから知らねえって。昨日もベロンベロンになって帰ってきたでしょう。そのうち本当に体壊すわよ。会社の付き合いなんだからしょうがないだろ。それにしては頻度が多すぎよ。第一、あなたの会社は強制的な飲み会をさせないって聞いたわ。そんなの俺の勝手じゃないか。自分の体のことなのにどうしていたわってあげないの？俺の体のことは俺が一番よくわかってる。だから問題なし。今は大丈夫でもこれから病気になって取り返しのつかないことになるって言ってんの。ごちゃごちゃうるせえな。お前は黙って俺の言うこと聞いてりゃいいんだよ。私は聖護の体を心配してるのに。いい加減にしろよ。お前は料理は下手だし口うるさいしうざい。ほんと1円も稼げない寄生虫がよく平気で飯食えるよな。私はあんたに専業主婦にならなきゃ離婚するって言われたからそうしたのよ。図星疲れたらそれか。だったら専業主婦なりに俺の役に立ってくれよな。この際だから言うけど私も外で働きたいわ。何それ、俺から逃げる気か。そんなの許さねえぞ。そうじゃないわよ。寄生虫呼ばわりするなら私も仕事をすれば文句ないでしょってこと。草生える、お前みたいな陰キャが社会でやっていけるわけないだろ。そんなことないと思うけど、今は在宅ワークとかもあるし。社会を甘く見すぎ。在宅ワークで稼げるやつなんてたかが知れてんだよ。まあそうね、そう思うならそれでもいいんだけど。働くならその代わりお前が稼いだ給料は全部没収だ。俺が使ってやるよ。何言ってんの。そしたら生活できなくなるじゃない。ならこの件はなしだな。二度と働きたいなんて言うんじゃねえぞ、家政婦さん。そんなのあんまりよ。私は奴隷になるために結婚したかったわけじゃないのに。残念でした。俺に目をつけられた時点でお前の人生は俺のものなのです。どこまでも性根が腐っているわね。だって別にお前とは好きで結婚したんじゃねえし、無料の家政婦と後継ぎを産むための母体としてちょうどよかっただけ。確かに親同士が決めた結婚だけど、私を愛してるって言ったじゃない。うぜんだよお前。俺に捨てられたくなかったら奴隷らしく言うこと聞け。せっかく同じ屋根の下で暮らしているんだから、そんな横暴な振る舞いはやめてよ。なんだと、未練のくせに生意気な。私はただお互いが気持ちよく暮らせるように尊重し合おうって言ってるだけなんだけど。尊重される価値もないくせに口答えしやがったな。お前には罰を用意する。どうして罰を受けなきゃいけないの。有能な俺様に口答えしたからだよ。そんなこともわかんねえのか。一体何するつもりなの。さあね、楽しみにしてろよ。聖護の横暴さには困ったものね。どうしたらあんな歪んだ性格になるのかしら。私は杉浦美玲、27歳、仕事はしておらず専業主婦と聖護に思われていますが、実はきちんと貯金しています。私たちは互いの両親の紹介で出会いました。聖護は初対面の時から私を見下した発言が目立ち、その義両親も同じような感じだったので、彼との結婚には乗る気ではありませんでした。しかし聖護の家は大地主で、この結婚が決まれば我が家に金銭的援助をしてくれるそうで、強制的に結婚させられてしまいました。両親も多額の借金を抱えており、生活が苦しかったので、何としてでも私に犠牲になってほしかったのでしょう。断ろうとしたら父に、親を助けないなんて卑怯者とグーパンされてしまい、逆らえなかったのです。彼の横暴さを両親や義両親に相談しても、そんなことされるお前が悪いの一点張りで味方がいない状況。しかしとある出来事により、聖護は重大な真実を知ることに。その日の夜。なんてことしてくれたのよ。いやー、傑作傑作。朝起きて早々あんたにビールかけられるとは思ってもみなかったわ。
昨日言っただろ、罰与えるって。あんな最悪な目覚めは初めてよ。俺様に歯向かうからだよ、バカ嫁が。ひどい。私はただ聖子自身にも自分の体調管理はしっかりしてほしかっただけなのに。それが歯向かうってことだよ。いちいち俺のやることに口出しすんじゃねえ。私は仮にもあなたの家族なんだから、ある程度は口出すわよ。お前のそういうところは昔から気に食わねえんだよ。誰のおかげでお前の親の借金返せたと思ってんだ。それは聖子の家のおかげだけど、だからといってこんな仕打ちはあんまりよ。お前の親が安楽に暮らせるのも、お前が働かずにのんびりできるのも俺たちのおかげなんだぞ。少しくらいの暴力は我慢しろ。あんたには少しどころじゃなくて数えきれないほどひどいことされたんだけど。少しビンタしたくらいだろ、いちいち気にするなよ。ふざけないで。顔が腫れ上がってあざもできたこともあるのよ。そのうち治るんだから、いちいち気にするなよ。それも一度や二度じゃなくて何度もそういうことされたわ。離婚しようと行動したけど両親から折檻されてできなかった。俺の言いなりにならないからだよ、クソが。私だって人間なんだし、さすがに傷つくのよ。勝手に傷つけば、俺にとっては痛くも痒くもないし。あんたには両親ってもんがないの。お前相手に何も持ち合わせてるわけないじゃん。アホなんじゃねえの。最低ね。俺は自分が有能と認めたやつにしか優しくしないわけだから、お前みたいなのろまで無能なやつに優しくしてやる義理なんてないんだよ。あんたのそういうところうちの親にそっくりだわ。だからあんたたちは仲いいんだろうね。お前の親はお前と違って話がわかる人たちだからな。親子でもこんなに脳の作りが違うとかマジ草生える。両親には昔から道具みたいに扱われるし、あんたや義両親のようなろくでなしに捕まるし、私の人生は波乱万丈ね。おい、そんなこと言うなよ。俺の親もお前の親も無能なお前が役立つように教育してやってるだけじゃ。どこが？お父さんやお母さんには泥水をかけられたり、しょっちゅう存在を否定されてきたわ。マジか。パパもママも鬼畜すぎるだろ。ま、俺にとっては最高におもろいだけだけど。揃いも揃ってとことん救いようがないのね、あんたたちは。調子こいたことばっか言ってるとマジで捨てるぞ。勘違いすんな、捨てるのは私よ。は、意味不明なんだけど。もう我慢できない、こんな家庭ぶっ壊してやんよ。何するつもりでちゅか、ミレイちゃん。鳥頭のお前に俺らに歯向かう度胸なんかあるわけないだろ。そうやっていつまでも私を見下していればいいわ。無理して強がんなって。まあお前の復讐楽しみに待ってるよ。一週間後。おい、今どこにいるんだよ。こんな時間までどこを突き歩いてるんだ。あら、聖子、どうしたの？夕飯の時間、とっくに過ぎてんだぞ。さっさと帰ってこい。あ、そう。じゃあ、自分で作るか、食べに行ってきたら？旦那が腹すかしてんだぞ。なんとも思わないのか？なんとも思わないわ。もう、あんたの妻辞めるから。おいおい、こんな時に冗談きついって。私は本気。もうその家には帰らないから。あ？どういうことだよ。言葉の通りよ。人を平気で傷つける奴のところに帰りたくないから。実家にいるのか？今から連れ戻してやる。娘を平気で売るような親のところに戻るわけないでしょ。なら父さんと母さんのとこにいるんだろ。俺の目はごまかせねえぞ。なおさら行かないわよ。嫁いびりされるのがオチだしね。じゃあどこにいるんだよ。教えるわけないじゃない。もう離婚するつもりだから。そんなこと許さねえぞ。先週言ったでしょ、私があんたを捨てるって。1円も稼ぎがないのに
よく言うよ。そう思ってるのはあんただけよ。貯金はたんまりあるわ。働いてないんだろ。なのにどうやって金貯めるんだよ。実はあんたに内緒で働いていたの。ウェブライターとして。聞いてねえよ。言ってないからね。いつから始めてたんだよ。大学時代からウェブライティングをしてて、今では一人でも生活できるほどに稼げているわ。なんで言わなかったんだよ。罰としてそのお金を全部よこせ。そういうことを言われるからよ。それに引っ越し費用に必要だったしね。そんな。だからもう心置きなく離婚できるの。さようなら。待てよ。俺は絶対逃がさないからな。そうそう、あんたたちには慰謝料請求を行うから。なんで俺らが払わなきゃいけないんだよ。だってあんたは今まで私に暴力振るってきたし、ビールをかけてきたじゃない。義両親からも両親からも散々傷つけられてきたからね。そんな大げさな。ちゃんと証拠も揃えてあるからごまかせないわよ。私から没収した貯金の分も慰謝料に上乗せするわ。それとあんたのことは暴行罪で警察に突き出すから。冗談だろ。警察だけは勘弁してくれよ。今度こそ刑務所行きになっちまうんだ。そういえばあんた、以前お付き合いしてた彼女さんにも同じことをして警察のお世話になったらしいわね。知ってたのかよ。前に義実家に行った時、そのことについて義両親が話しているのを偶然聞いたの。ならやめてくれよ。無理よ。散々人を傷つけた罪はきちんと償ってもらうから、全員揃って地獄を見なさい。そんな。後日談。それから私は聖子に対して暴行の罪、両親と義両親に対しては精神的苦痛を与えられたことによる慰謝料請求を行いました。最初彼らは支払う義務はないと堅くなでしたが、裁判になることをちらつかせると観念したのか、おとなしく支払いに応じました。私も働いていたので夫婦でお金も折半しなければならなかったのですが、慰謝料をたんまりもらう代わりにお互いの財産分与はなしということで決着がついたのです。その後警察に暴行の件について相談し、結果聖子は刑務所に行くことに。義両親の方は嫁いびりをしていた事実と息子が刑務所に入ったことが近所全体に広まってしまい、もう大地主とは程遠い感じになってしまっているそうです。両親も自分たちの私利私欲のために娘を売った最低の親というレッテルが貼られ、親戚中から絶縁されてしまったのだとか。一度だけみんなから逆恨みの手紙が届きましたが、破り捨ててやりました。一方私は新たな土地で独身ライフを謳歌しています。家族は失いましたが、孤独感は一切なく、むしろ肩の荷が降りたような感じですごく幸せです。これからは自分の人生を思いっきり楽しもうと思います。事情があるのかもしれないけど、おじいちゃんを3ヶ月も預けないでください。え、何の話？とぼけないでください。そろそろ引き取ってもらえないと困るんですけど。おじいちゃんって詳しく話してくれる？3ヶ月前に突然拓也さんが今日から家で面倒見るからっておじいちゃんを連れてきたんです。拓也が？今までは姉ちゃんが面倒見てたけど事情があって見れなくなったらしいって言ってましたよ。私が面倒見てたって弟がそう言ってたのね。そうです。舞さん一人暮らしなのにずっとおじいちゃんといたなんて私全然知らなかったです。私も。え？あ、ううん、何でもないの。おじいちゃんとは今一緒なの？はい、ネットフリで時代劇を見せてあげてます。ああ、よかった。私もともとおじいちゃん子だったし自然と仲良しになりました。でもおじいちゃんがかわいそうで。どうして？家族に会いたいなってたまにポロッとこぼすんです。家族？きっと拓也くんや私じゃなくてずっと一緒に暮らしてきた舞さんに会いたいのかなって。なるほどね。せめてたまに会いに来てあげてくれませんか？わかったわ。迷惑かけてごめんね。ああ、いえ、私は全然大丈夫です。ありがとう。よかったらこの後行ってもいい？
もちろんです。おじいちゃんも喜びます。おじいちゃんには私が行くことを知らせないでおいてね。サプライズですね。了解です。それと弟にも私に話したことは言わないでもらえるかな。どうしてですか？ちょっと気まずいのよ。ああ、なるほど、わかりました。ありがとう。それじゃあまた後で伺うわね。まったく身に覚えがありません。一体何がどうなってるの？私は舞、30歳の独身です。3つ下の弟拓也の奥さんであるミュウさんからの突然の連絡にただただ困惑していました。私たちのおじいちゃんがそこにいるはずはないのですが、真実を話してしまったら義妹を怖がらせてしまうと思い、本当のことを言い出すことができませんでした。とにかく弟に連絡しないと。昔から不真面目でどうしようもない子だったけど、ミュウさんと結婚してからはまともになったと思っていたのに、あの子は一体何を企んでいるのでしょうか。一刻も早く弟と話して真実を明かす必要がありそうです。数分後。一体どういうつもり？突然何の話だよ。私たちのおじいちゃんは半年前に亡くなったよね。ああ、なんだ、バレちゃったか。ミュウさんから連絡があったのよ。ってことはもしかしてじいちゃんが死んだこと話しちゃったわけ？それは言えなかった。さすが姉ちゃん。あんたのためじゃない。ミュウさんを怖がらせると思うと言い出せなかったのよ。結果的に俺が助かったわ。どういう意味よ。あんた一体何企んでるの？姉ちゃんには関係ない。関係あるわよ。大事なおじいちゃんの偽物を放っておけるわけないでしょ。頼む、口止め料100万渡すからミュウには黙っててくれ。意味がわからない。俺のじいちゃんってことで最後まで面倒見させるからさ。ふざけないで。大体その人は誰なのよ。行きつけのバーで知り合ったただの顔見知りの老人。なんでただの知り合いを自宅で面倒見る必要があるの？理由なんて一つしかないだろ。一つも思いつきません。金だよ金。あのじいさん金持ってるんだよ。は？よく顔合わせてたからたまに雑談する仲になって話聞いてたら相当貯金してるらしくてさ。それが何？一人暮らしで寂しいとか最近物忘れが激しいとか先が不安だとか言ってたからさ、俺ひらめいちゃったんだよ。あんたのひらめきって昔からろくでもないのよね。それなら家で一緒に暮らそうぜって提案してやったんだよ。じいさんも大喜びしてたわ。そのおじいちゃんもなんというかずうずうしいわね。いや、最初はそんなの申し訳ないとかいろいろ言って断られたけど、はあ、常識人みたいでよかったわ。うまく言いくるめたってことね。嫁も一人で寂しがってるし、話し相手ができれば喜ぶとか、栄養ある食事を提供するし、たまにはじいさんの家族呼んでパーティーでもしようぜとか説得したら乗り気になったんだよ。俺の交渉術なめんな。そういうことね。あんたのそういう小賢しいとこ、私昔から大っ嫌い。なんて読むの？こかしこしい？小賢しい。あ、どういう意味？頭いいってこと？ずる賢くて生意気ってこと。え、ひどっ。で、一緒に暮らしてお金を絞り取ろうっていうのが目的なわけだ。よくわかったな。おじいちゃんにバカ高い家賃と生活費でも払わせてるの？ああ、なるほど、その手もあったか。は？思いつかなかったわ。さすが俺の姉ちゃんだな。褒められるようなことは何一つ言ってないけど。面倒見るから金ちょうだいって言った方が早かったわ。俺面倒なやり方しちゃったな。私が悪事に助言したみたいな言い方はやめてもらえる？ああ、ごめんごめん。それであんたは何したのよ。支度手伝うぜって言って家入って通帳とか印鑑とか持ち出させて、大事なものだし俺が管理するよって言って財産全部預けさせた。まさか。自由に使い放題。管理するために預かったお金を勝手に使っていいわけないでしょ。大丈夫だよ、この先老いる一方なんだしバレるはずないから。そういう問題じゃない。だいたいあんな年寄りには2000万も必要ないだろ。そんなに？お、
羨ましくなった？大丈夫だよ、姉ちゃんにもちゃんと100万渡すから。口止め料もそこから？道理で羽振りが良すぎると思った。そうそう、頼むよ。ミユには本当のこと黙っといて。私が黙っててもおじいちゃん本人が言うかもよ。大丈夫だよ、口止めしてあるから。見ず知らずのじいさんだと知れば怖がるからって説明したらちゃんと話を合わせてくれたし。あんたって本当に小賢しくて嫌い。嫌いでもいいから頼むから内緒にしといて。もう分かったわよ。数日後、あのおじいちゃんご家族の元に返したから。え、何言ってるんだよ、朝飯一緒に食ったけど。でしょうね、お返ししたのはついさっきよ。は？全部お姉さんから聞いた。離婚してください。みゆまでなんだよ急に。今まで普通だったろ。頑張って普通に接してた。本当はあんたと一緒にいるのすっごーく嫌だった。どういうことだよ。実はあんたが私にペラペラ悪事を武勇伝のように語った日、私はミユさんに会いに行って真実を洗いざらい話したわ。姉ちゃん裏切ったの？協力した覚えはない。おじいちゃんのことも私のことも騙してたなんて最低。すぐにご家族にも連絡した。もう本当のこと話して大丈夫だよって言ったらおじいちゃん泣いてた。ミユさんとおじいちゃんは一緒に暮らすうちに本当の家族のような関係になったみたいね。だからご家族が迎えに来るまでうちにいていいよって話したの。知らないじいさんだって知ってて一緒に暮らしてたのかよ。私にとっておじいちゃんはもう知らない人じゃなかった。なんだよ、隠してて損した。本当のおじいちゃんが亡くなったことをどうして教えてくれなかったの？忘れてた。は？姉ちゃんとかお袋から連絡は来てた気がするけど、葬式とかは面倒だしバックレたし、いちいち言うことか。非常識な弟を持って私は心底恥ずかしい。てかじいさんの家族ってなんだよ、どうやって調べた？あんたの部屋を漁らせてもらった。ふざけんなよ、人権侵害。部屋に隠されてたおじいちゃんの私物の中に手帳があったの。そこからご家族と連絡が取れた。くそ、今時手帳かよ。携帯は家に置いてきたのに。おじいちゃんご家族からとても大切にされていたみたい。捜索願いも出されてた。あんた相当手の込んだことしてくれてたみたいね。え？ご家族は遠方に住んでいて、以前から一緒に暮らそうと何度も提案してきたそうよ。それはよかったな。まだボケてないし一人で平気だ、迷惑はかけられないっていう本人の言葉を尊重してたみたい。だけど突然音信不通になった。心配ですぐに駆けつけたけど家にはいなかったって。当然だよね、うちにいたし。携帯は置いたまま、お金は持ち出されている。ご家族はすぐに警察に通報したけど取り合ってもらえなかったそうよ。なんでだと思う？知らねえよ。友人の家に世話になる、心配しないでほしいって置き手紙があったみたい。ああ、じいさんが書いてたんだな。実際それが真実だ。あんたが書かせたんでしょ？俺はやってない。そんな証拠どこにあるんだよ。置き手紙だけじゃない。物忘れが増えて家族に相談しようか悩んでるって話をされた時も、娘が前から一緒に暮らそうと言ってるから引っ越すかもと報告された時も、あんたはおじいちゃんを誘導してご家族から遠ざけた。心配かけるだけだから言わない方が家族のためとか、田舎に行けばもっとボケるとか。俺は相談されたからそれに答えてただけだ。ほんと小賢しい。おじいちゃんの人の良さを利用して自分の都合のいいように誘導してうまく言いくるめて最低。俺に悪意があったことなんて証明できないだろ。私にもおじいちゃんのことボケてるから何を言っても信じるなよって念押ししてた。本当のことがバレたら困るからでしょ。いろいろつなぎ合わせてみたらかなり綿密な計画だったようね。俺は何も計画なんてしてない。孤独なじいさんを助けただけだ。どうしてそんな強気でいれるの？これは連れ去り事件だし、家に閉じ込めたのは監禁よ。は？それに2000万の件も使い込んだら大変なことになるわ。今すぐ返しなさい。
あれはもらった金だ。騙し取ったお金でしょ。ボケたじいさんの言うことより俺の言うことの方が正しい。意気揚々と自慢してた LINE のスクショ取ってあるけど。え、送信取り消ししたから証拠がないとでも思った？スクショなんて知らないと思った。バカにしてる？もう返せないとなるとそのお金には所得税が相当な金額かかってくると思うわ。いくらくらい？10万くらい？何百万単位だと思う。嘘だろ。ちなみに何に使ったかは大体見当がついてる。まさか。部屋を漁った時に見つけたブランド品の箱がたくさん。あれは仕事で。パチンコ屋の店員がブランド品を何に使うの？いろいろあんだよ。全部知ってるよ。スマホ見たから。は？何人もと浮気してキャバクラにも通ってた。2000万貢ぐなんてアホすぎ。あ、いや、それは浮気じゃなくて。どうでもいい。慰謝料払ってもらえますから。待って、監禁やら詐欺やら連れ去りやら罪もちゃんと償うんだよ。もうすべて被害届を提出済みだから警察が来るのを震えて待ちなさい。姉ちゃん助けて。可愛い弟を見捨てないよね。小賢しくって大嫌いな弟の間違いじゃない。そんな、あんたのことなんて小さい時から嫌いだったの。伸びきった鼻がへし折られて最高に気分がいいわ。誰か助けてくれ。後日談。その後弟は逮捕され複数の罪で実刑判決を受けました。そのどうしようもないずる賢く生意気な頭を叩き直してもらってほしいです。シャバに出てきた後も騙し取ったお金にかかる所得税や損害賠償や慰謝料など様々な支払いが待っています。しっかり反省しろ。義妹とはあれ以来すっかり仲良くなりました。今は二人で婚活頑張ってます。